皆さんこんばんは、えー、大変お忙しい3月3日でおひな祭りのところを今日わざわざお越していただきましてありがとうございます、えー、ただいまから第4回「帰る力フォーラム」「被災地の復興が日本の道を切り開く」と題しまして始めさせていただきたいと思います、えー、本日進行を担当します PHP 総研の熊谷と申しますどうぞよろしくお願いいたします それではまず初めに主催者を代表としまして PHP 総研研究主幹の永久よりご挨拶をさせていただきます。どうも皆さんこんばんは、えー、とこれで第4回のフォーラムですけれども今までとはちょっと思考が変わってですね、えーと なんかこの距離感が短いようなフォーラムになっておりますけどもあの11月に「あの変える力」は去年の7月から始めましたけども11月にですね変える人というコーナーナを作りましたこの「変える人」というコーナーはですねあの実際にさまざまな現場でさまざまな社会的な課題に挑戦してその解決に挑戦しているというそうした社会的起業をされているようなそうした人々をご紹介してその人たちの活動がですね、えー 日本全体にこう広がっていく、そうしたようなことを、まあ、期待しまして始めたものでございますで。最初にですね、ご紹介したい、ご紹介したかった方々というのが、東日本大震災にがありましたけれども、その復興に携わっている方々でございました。 えーえー、もう3月11日ですから本当にもう3年になりますけども、えー、確かに復興した地域はありますけれどもまだまだその被害が大きかったところは 瓦礫は撤去されたけれどもそれがまた新しいその展開まちづくりの展開が進んでいるというところはあまり多くもありませんそうした中でさまざまな地域からですね日本の地域からさまざまなその人たちが集まって新しい知恵とか力でですね新しい試みをしているというそういう方々がいらっしゃいます今日ここにお越しいただいた3名の方々あとでこれ ご紹介されるんですよね。<laughs> いやご紹介されるということなので、今割愛しますけれども、実際現場で働いている方々でいらっしゃいます。そして今日のモデレーターはですね、熊谷が実際その変える力で取材をしてきた熊谷がモデレーターを行います。こうしてこれから2時間ですけれども、被災地内外でそれぞれの活動を。 ヒントにやってきた活動をヒントにですね新しいそのビジネスソーシャルビジネスといいますか社会的活動がですね日本の中であちこちで展開していくそうしたことを期待しながら今日のフォーラムを進めたいと思いますこれから皆さんよろししくお願いいたします。 えー、それでは、えー、早速始めさせていただきたいと思いますが、えー、と封筒の中にこういう,うチラシのようなものが入っているかと思いますが取り出していただけますでしょうか、えー、今日のパネストの3名の方をご紹介をさせていただきたいと思います、あのー、買える人の紹介が今長久からあったんですけれども、えー、実際にサイトで見たことがあるよっていう方どのぐらいいらっしゃいますか おーなるほど。ってことはしっかり紹介をした方が良さそうですね、えーと。先ほどご紹介のあったように変える人ということで震災復興で現場で頑張ってらっしゃる方を今まで紹介をしてきています。今まで 4回目を今やっている最中なんですが第1回から第3回に取り上げさせていただいた方を今日はパネリストとしてお招きをさせていただきました、えー、震災復興へ携わっている団体といっても、まあ、たくさんあるんですが、えー、とその中で、えーまあ、いろんな団体の方がいらっしゃるんですがこの取り組みはすごいなとよくここまでできるなと思って ていたところの方々に順番にお邪魔をさせていただいてお話を伺いをして帰る人として特集を組ませていただいたということでありますその第1回目にご登場いただいたのが今日真ん中にお座っていただいてます今村久美さんです今村さんは慶応大学を卒業してからというかする前から活動は 始められていて NPO 語り場というものを創設をされてあとでご自身からお話をしていただきたいと思っていますが学校の学びの場でいろんな外の人たちと一緒に語る場所を作って新しい教育の形を作っていこうという取り組みをされていらっしゃいましたでその活動があるんですが震災復興では 井の一番に石巻の方に行かれてでそこで、えー、子どもたちに対して何か支援ができないかということで、えー、ご努力をされて宮城県の小永川町と岩手県の大槌町で、えー、コラボスクールという子どもたちのための放課後学校を作られて今運営をされていらっしゃいます、えー、子どもたちの教育支援に携わった団体これもたくさんあるんですが 今まで今村さんのところほどの規模で継続的にやってらっしゃるところは他に例はないと思いますそのあたりのお話を今日はお伺いをしながらこれからのまあ復興であったりあるいは社会事業社会的企業のあり方について少しお話ができればなと思っていますどうぞよろしくお願いします二回目に取り上げさせていただいたのが向かって えっと右側に座ってらっしゃる鬼丸さんです。えっ、ー、と鬼丸さんも。大学生の時から、活動を始められて。テラルネッサンスという。地雷除去の。国際 N. G. O. を立ち上げられて、現在に至っていらっしゃいます。で、カンボジアであったり。 今後うウガンダというところで、えー、国際的な活動をずっとされてきていらっしゃったんですが、えー、それとは全く畑の違う、えー、復興支援という形で国内のそういう、まあ、NPONGO 活動というのは初めて取り組まれたとそれもあの地雷とはおよそ関係のなさそうな、えー、差し子というまあ ザクといえば縫い物ですよね、を商品化をして、今、あ無印良品であるとかあというところで販売もされていて、これを事業として、えーまあ、復興支援という形になりますけれども、実際に被災された方々の生活支援にもなり、また事業として一歩なしさせようということで今、取り組みをされていらっしゃいます。えー、なんで 地雷除去の NGO が大槌で差し子だったんだろう手当たりも含めてお話を聞いてきたらなと思っていますどうぞよろしくお願いします3回目に取り上げさせていただいたのはハンガさんでいらっしゃいますハンガさんは福島県の南相馬市昔は小高町だったんですね小高町のご出身で 大学を卒業された後東京電力に入社をされて震災の前の年まででしたかね人はされていらっしゃったで退職をされて新しい事業にということがあったところに震災に直面をしてそれでふるさとのこともある。 からあご自身が東京電力に勤めていらっしゃったという,うご経歴もあって、まあ、その中で、えー、そこで、えー、ふるさとのために何ができるかということで、えー、福島あー南相馬ソ,ソーラーグリパークというものを去年の3月に完成をされて、えー 太陽光発電とそれから食物工場と子どもたちの体験学習というものをセットにした新しい事業モデルを南相馬で立ち上げられた方でいらっしゃいますでこれまでのさまざまなご経歴があるんですがもともと東京電力でお勤めをされていらっしゃった時にもオフィス町内会という NPO って言ってしまっていいんですかね半貝さん。 始まる前ですねと立ち上げられて、えー、まあ、横のつながりのあまりなかったオフィス街で、えー、個市回収をしてそれを再生紙に作り変えるというプロジェクトを立ち上げられて、えー、運営をされていらっしゃった方でいらっしゃいますでそのあたりのまあ、日本に NPO というものが認知をされる前から取り組みを詰められてきてまた今こうやって えー、まあ被災地というか故郷の現場でた、えー、いろいろ取り組まれていることについて今日はお話をお聞かせいただければなと思っているところです、えー、どうぞよろしくお願いいたします、はいえー、それではあ早速う本日のテーマに入っていきたいと思いますがまず最初は。 被災地でそれぞれの皆さん方がどういう形で活動を立ち上げられたのかその時にどういうご苦労があったのかあるいはどういうところで他とは違うような取り組みができたのかというあたりを簡単に自己紹介も含みながらでお話をいただけたらなと思います。えー、と順番にいきますかかねじゃあ今村さんから、えーと 時間は決めずにお願いします3分ぐらいってお願いしたら5分ぐらいになります 子たちに対して、えー、どういうことをしていけるかということを被災地にずっと通いながら考えましたで、えー、結局あの作ったものはコラボスクールという形で、えー、学校の教育を受けている時間じゃない時間 えにえー、放課後の時間と、えー、休日の時間に子どもたちをお預かりする町の居場所であり学習塾でありそんな機能を作ったというのが今している活動です今現地には、えー、15人ほどのスタッフが女川町と大津町にそれぞれ駐在させていまして現地雇用の方と、えー、遠方から採用させていただいて現地に移住していただいている方々合わせて15名ほどのスタッフがそれぞれの地域にいて、えー、子どもたちのまあ 学習指導といいうか心のけをしていますそれだけでもう時計的には3分終わってしまったんですけど課題ですよね、えー、と苦労したことでいうとまあありすぎてちょっとどこから話してのいいかわからなかったんですが一番大変だったのはやっぱりよそ者である私たちが NPO という言葉がまだ認知されてないというか信用信頼されていない立場だったんですよね。 私たちが今行っている女川町にしても大津町にしても特に岩手県は震災の数年前に大きな岩手県の NPO がちょっと汚職の事件なんかがあってちょっと大きな事件になったという経験があって NPO というものはちょっと信用できない人たちの,あのなんかた旅かなんかみ食って食べてる人たちみ食って生きてる人たちの集まりだぐらいな認知をされている地域で、えー、NPO ですっていう名刺を持ちながら訪問した。 中から新しいものを作っていくということそのものが非常に難しかったです自分たちに対して信頼してもらうということが一番難しかったですで、まあその中でただ、えー、自分たちが提供したいサービスの受益者である子どもたちに一番 届く形でサービスを作るにはやっぱり行政との連携が必須だし現地の保護者の方々とどう関わり合っていくのかということをしっかりとやっていかないといけなかったので順番に信頼関係を作りながら学校と連携して一生懸命やって今では町の学年によるんですけれども。 女川、えー、町でも大市町でも,も半分ぐらいの子ども対象学年の半数以上の子どもたちが今うちの方に通って全部で150人ぐらいの子が女川町にも大市町にも通ってきてくれています、まあ、苦労したことで、まあ、NPO に対しての不信感とかそういうものまたよそ者に対する厳しさそんなものが一番の苦労でしたその辺りはあれですかあのそのお 被災者の方たちっていうだけではなくてあの今、ちらっと言った行政の方とか今村さんだと教育現場の先生方とかあのそういう方たちもう当たり前のこととしてやっぱり私たちからするとテレビでものすごく見ていた被災地の人たちに何か手伝いをしたくて。 思い高ぶっていくんですけど被災地側にいるのはその中でも日常を過ごしている被災者の方々でまず温度差があるんですねその時点で,でしかも私みたいに何かしたいんですという人が毎日大量にやってくると震災直後にはですね。で誰が 誰を信じてい,いのかもはや分からなくなってしまっているというのが、まあ、被災地という特異性だったとは思いますしそうじゃなくてもこれは日本のどこの地域に行ってもよそ者が入ってくるということに対して、えー、すごく歴史的にも開かれている町もあれば閉じて文化を守ってきている町もあるのでそういう意味では閉じてて守っっきたた種類の街だったのだかなといいうことは思います面白かったエピソードとして女川、えー、町の方で初めに事業を スタートしたんですねその時は東京の東京で通用しているものもここでは通用しないよってことをこう現地で言われてで一生懸命やってなんとか信頼関係を作ってその後大槌町に行った時にお長で成功したから。 大町でも受け入れてもらえるかなと思って「女川町でこういうものを作ってきたんです」っていうことを言ったら「いや女川町は伊達藩だからうちは南部藩だから」って「いやそれ,それは関係あるのかな」と思っていやそこ「そこ来るか」っていうぐらいだったんですけど、まあ、そういう切り返しもありながら、はい、あのいろいろと壁を越えていくのは大変でした。 ありがとうございます。えっと同じ大洲市町で活動されている鬼丸さんは、まあ、立ち上がりの経緯はかなり違うと思うんですけど、まあそのあたりのことも含めてちょっとお話をいただけますか。あ、えー、こんばんは。えー、ご紹介いただきました NPO 人トランネッサンスで今理事をやっております鬼丸と申します。え元、ー、々はあの。 大学4年生21の時にテランネッサンスを立ち上げまして、えー、事務所は京都にあります大学が京都だったものでもともとはカンボジアの時代の除去の支援あとはアフリカの今3つの国で元子ども兵ですね子ども時,時代に兵士だった人々の職業訓練やいわゆる社会復帰に必要な支援を行っています。 あとは国内においては平和教育といって年間120回ぐらいそういう地雷や子ども兵をテーマにした講演や研修を行うっていう NPONGO になりますで本来もともとテランネッサンス私どもは国内での支援やあとは国内で災害が起きた時の支援は行ってきませんでした理由は簡単です我々はそれは専門外です一つの団体で 全ての出来事が解決ででできるほど僕ははは社会は単純ではないと思うんですねだから例えば中越沖とか中越地震以降は新潟にも関東にもそうです優れた災害支援の団体はたくさんありますそれだったら私どもの支援者をそちらに紹介した方がいいそちらにじゃあ寄付をしてくださいとそちらに支援をしてくださいでそういうふうに今まではやってきました。 ただ、あの3月11日、多分ここにいらっしゃる皆さんお一人お一人もいろんなことを考えられたと思います、いろんなことを感じられたと思います、私もその一人でした、被災をした面積があまりにも大きすぎると、じゃあ、既存の団体や、例えば今の行政の仕組みの中でもしかすると取りこぼされる人たちが出てくるんではないかと思ったんですね。 だから我々にもできることがあるんではないかということでさまざ、あ、まな今までのご縁をたどって岩手県で支援活動を始めさせていただくことになりましたで大槌復興差し子プロジェクトと呼ばれるものいわゆる特に高齢の女性の方をターゲットにして、えー 縫い物ですね、まあ、差し子と呼ばれる縫い物をしていただいた商品を我々が買い取って賃金をお支払いするというモデルを作って、えー、現在、だいいたた年半を過ぎました約140名ぐらいの方に1700万近い賃金をお支払いさせていただくことができて、まあ、中には、ご自身のやってた焼き鳥屋をさあ妹さんがやってた焼き鳥屋さんをま再建される方,々が方が出てきたりとか、まあ、いろんな変化が見受けられます。 でもあれはともと私の友人がまあいろんな気持ちの変化があったんだと思うんですが、まあ、岩手県の陸前高田にまあ物資を運んでいって現状を見てでその支援物資1回運んだだけじゃ何もならないということで仕事辞めちゃったんですね。で辞めてまあ陸前高田とかまあその他周辺でいろいろご縁をいただきながら個人的に活動していたんです。 それとその友人4人、これは全部東京に在住しています、それぞれサラリーマンの方や企業の研究職の方です、計5人で、じゃあ、お家の避難所に行った時に、女性のやることがないよね、じゃあ、この方々のために何かできること、やれることをご提供することができないかって考えた時に、1人、その中で5人の1人のメンバーが手芸好きだったもので、東北には刺し子と呼ばれる技術があるよねと。 じゃあこれで何か製品を作っていただこうとそれを買い取ればいいじゃないかという、まあ、非常にシンプルなアイデアだったんですがその5人でそのビジネスモデルを作って始めましたでそのうちその私の友人が私どもテランネッサンスの職員になりましてそれがご縁がなって大槌復興差し子プロジェクトをより発展的に展開していこうということでテランネッサンスがまあ運営母体になったということになります。 おかげさまでまあいろんな方のご支援やまあ商品を買っていただく方のサポートもいただいてまあ少しずつ少しずつ大きくなってきたということになりますで当初苦労したのは、うん、これは被災地だけではなくて海外での支援の現場も一緒だと思うんです誰と縁を持つとかということだと思うんですね。 特にわれわれはあの行政とご縁をいただきながら仕事をするタイプの、えー、支援事業ではなかったので、まあ、独立どっで、えー、やってきたんですけどもその街の中で、じゃあ誰が、うん、こういう言葉で言うと悪いですね誰が有力者なのかとかこの人の顔を立てるとこの人の顔が立たないとかこうやっぱりどの街でもあるじゃないですかそれ被災地関係ないんですよさあウガンダでもそうだしコンゴダでもそうだしうちの実家の村でもそうです。 誰に声かけるのか誰が信頼されているのかそれをこう見極めていくために時間がかかりましたので飲んだりお茶飲むしかなかったですねそれはもう徹底的にやりましたでもその中から見えてくる人間関係の中でどういうふうにこの事業をこの町で展開していけばいいのかっていうのは見えてきたような気がします差し子っていっても具体的にイメージが と思う方もいらっしゃると思うので中にこういう大津地復興差し子プロジェクトというものを入れさせていただいていますその中に商品のカタログというか<っ>あ見本があって、えー、まあ、一人一人でこうやって、えー カモメを縫っている。そうですね。大津の町の鳥がカモメなので、でこれはプロのデザイナーの方にデザインをしていただいています。で本来刺子というものに比べると、あの洋裁に近いかもしれません、手芸に近いものかもしれませんが、まあ、我々はいわゆる新しい刺子の形として、まあ、人々が縫いやすいものを提供しようということで、まあ、こういうデザインにさせていただきました。あ皆さんカタログ取っちゃいましたね。あのぜひ帰ってウェブで検索してご購入いただければと思います。それも今できることかと思います。 同じ大槌で活動されていらっしゃいますけど今村さんと鬼丸さんの接点ってどこかにあったりはしなかった鬼丸さん、大土にいますか僕ね普段全然合わなないようなあ僕は多分この3人の中で <laughs> 一番の現場感がないんだと思うんですよ。<laughs> もう今村さんと名刺交換できて嬉しくてですね、昨日う3時間しか寝てませんで本当に名前だけはずっと伺っていて、名人なので、いっても僕、1か月か2か月に一度ぐらいしか訪問しません、うん、でも現地ですごい頑張ってらっしゃる方が。す僕はできないんですよ。 いできない、できない、だって僕、NGO、海外支援の団体やってますけど、英語をしゃべれませんもんねで。できないですで、被災地で例えば、じゃあ、住み込んでそういう事業を立ち上げるマネジメント能力もないんです、ただ一点だけ信じてることがあるんです、われわれ NPO にとって大事なことはないことが資源です。ないっていうことを高らかに宣言をすることです、われわれはこれがないんだ、でもこれはできると、じゃあ、手伝ってくれ。 借り物競争にが得意なのが僕ら NPO や市民活動だと私は思ってるんですねすると職員が頑張ってくれるんですすよ支援者が頑張ってくれるんですでも大事なことはそれをマネジメントする我々がどう腹をくくって責任を取るかそれだけだと思いますそしたら自由に我々の能力以上のものを現場で働開かしてくれるので、えー、月に1回まあ応援に行くというか話を聞きに行くぐらいで済んでるのかなって気がします あの実際に話を聞いたら、ですね鬼丸さんのところで、さし子さんっていう女性の方、働いてらっしゃる方がいらっしゃって、聞いたら、お嬢さんがコラボスクールに通われていて、そこでも熱心にあのお母さんがいろいろ活動されてらっしゃったっていう話をお聞きしてま、あ,あまり大きくない町ではあるものの、この辺に接点があるんだなと,いうのをとても感じたやっぱ現地のスタッフ同士は、最近よく飲み会をしてるみたいです。 <laughs> そうですね <laughs> そういう今日もこういう出会いの場をいただいたのもすごくよろしかったなと思うのは多分フェーズがこれから多分変わってくるんだろうなって気がするんですね残って活動するところもあれば僕は撤退が悪いことだと思いませんそれぞれの役割を果たしていけば撤退も必要かもしれないただその町でその場所で息づいている者たちや活動している者たちがまた広域化を通じて、まあ、横につながって,っていたりそれぞれの得意分野を交換し合うことによって その街の総合的な発展に役に立つようなフェーズになってきたのかなって気はしてます。ありがとうございます。浜田、はい、さん、お待たせしました。あのお二人とはまあかなり、浜谷さんは事情が異なるところがあるのかなと思っているんですね。先ほど浜谷さんの口からもおっしゃっていただきました。あの東電出身だったということとまあふるさと。 だったということの両方の中で、ハガシさんの中では僕は個人的にとても強い思いを持って、えー、南相馬に迎えたのかなというふうに思っているんですが、そのあたりのお話をぜひお聞かせいただけたら。お二人とあのまず歴然と違うことはあの、ね、年齢ですね。さっき初めてお会いして、あのお二人とは私本当お会いしたかったんですけど、やっぱり。 えー、1979年生まれだっておっしゃってましたよねで1978年に社会人になってるんであやっぱり随分違うなと、えー、一方であの被災地はあの復興に長い時間がかかるんでまあ私のようにあのちょうど還暦になった人間も頑張ってるつもりですし50代の人40代の人そしてお二人のような30代の人20代で今私が 南相馬で、まあ、小中学生と一緒に体験,体験学習をやってるんですけどね、まあ、一人一人の子どもたちがあの自,分自分でこう力強く人生をあの進んでいってもらいたいっていう思いと今の小中学生からも復興を支える地元の人材を生み出していきたい、まあまあ、70代80代の人も頑張ってますけどもあらゆる世代があの復興に取り組んでいく、まあ、それが実はあの 岩手でも宮城でも、特に福島は。原子力の災害があるんで、それだけ復興まで長期化しますので。人材をどうやって育成していくかっていうのが、一番。あの大きな、あの課題だと思ってます。で、今村さんはさっき、地元に溶け込むまで大変だったっておっしゃった。まあ、おそらく今村さんたちのご努力が、あの、それを克服したと思うんですね。で、私の場合は。 あのそういう意味ではありがたいことに南相馬の出身なもんですからあ,のあなたの祖父あなたのおじいちゃんよく知ってるとかあなたの親父さんはあの一線も得にならないことを随分世話してくれたんだとか、まあ、私は実はその東電の役員の端くれでしたからやっぱりどうしてもあのあの加害者側にいる私自身はその責任はあの一生免れないと思ってます。ですから ちょっと意識過剰だったかもしれないけど、まあ、冷たい視線をやっぱり感じたこともやっぱり正直あるんですがあのそこはおかげさまであの祖父や祖父母やあの両親のそれまで培ってきた社会的信用力で、まあ、私は地元に受け入れられたのかなと思ってますね。えー、ところで2011年3月私はあのもうあの東電の えー、役員をその前の年にあの退任してまして、えー、グループ会社の代表取締役にもついてたんですけども、えー、非常に所性っぽかったんですが、えー、2011年の1月に、えー、東電のトップに、えーまあ、任期満了までの2011年6月までは役員東電のグループ会社の役員を全うするけどももうそれをもって田,田舎に U ターンすると。 え非常に書生っぽいんですけど、まあ、祖父や親父がやってたように、まあ、田舎のためにあの尽くしたいんだとこんなことをですねですからもし大震災がなければさっきご紹介いただいたあの私が1991年から立ち上げてきた NP o 今は古紙のリサイクルに加えて 人工林のをを促進する活動をやってるんですね。で、福島で福島の人工林もやっぱり非常に疲弊してるんで福島の人工林の干ばつを促進する活動を私はやってたはずです大震災がなければ。であのこんなふうにプライベートのことを申し上げたっちゃったんで恐縮なんですが実はあの2010年の10月にその,その父があの天寿だったんですけど、えー、まあ あの天に召されまして、ねまあ実はそれが転機で、まあ、実は U ターンを決意していて2011年の1月にもうそういうあのさっき、まあ、あの実,力者実力者にちゃんと根回しをするんだって話がありましたけども、まあ、大きな企業のグループだともう役員人事って相当前に決ま,ってま,す決まりますから、まあ、私の場合は2011年の1月にもう自分で手を挙げてあの他の役員人事にあのご迷惑のないように そして、えーまあ、6月その任期をちゃんと全うしようと思ってたんですが、えー、役員の退任をあの了解を得た2か月後に、まあ、大震災が起き,て起きた、えーまあ、最初に、まあ、どうしても申し上げなくちゃいけないんですけども「えー、全電源喪失」っていう言葉を知らなかったその概念をちゃんと認識してなかったっていうのが。 やっぱり役員の端くれとしては非常に悔しいし。非常に申し訳なく思ってます。電源が喪失することがあるというのが認識できてれば。打つ手はたくさんあったわけで。でそこに私も含めて。本当に至ら,至らなさがあった。あの、これは、あの。本当に申し訳なかったなと思ってます。で。あの、一方で。今日の本題じゃないんですけど。いろんな批判がありながらも。 私の後輩たちは今原子炉の安定化のために体を張ってるやつもいるんですねだからいろいろご批判も頂い,いてるんですけどもそうやって原子力の安定化のために体を張って現場で頑張ってる後輩たちはぜひ応援していただきたいなと思いますあのちょっとすいませんちょっと少しあの、えー、その話が長すぎましたが、えー、私は最初あの 支援物資をあのもうあの風評被害もあってですね物流が滞りましたんで支援物資を持っていくっていうところからあの活動をもう何がもういて,あのいても立ってもいられずに、まあ、あの行ったんですが、まあ、2011年3月4月5月、えー、いろんな方と懇意になってある,ある奥さんからだんだん物流ももうあの滞物流も復旧してきたし。 なんか子供たちのためになんか考えられないんだろうかっていうまあこの本当にこの一言があの今の南相馬ソーラーグリップカークの原点です。えー、2011年の5月ぐらいにですね、そうだと自分もいろんな体験であの今日あります、えー小。小学校の時小学校のとにあの福島第一の建設現場に、えー、たまたま町長をやってた。 祖父に連れられてそれを見学したのが私の東京電力入社の,あのまあ本当にあの、えー、いきさつですからあの今日の,あのご参加の皆さんにも、まあ、勉強やスポーツもさることながらいろんな体験が今日のご自分をお作りになっているっていう思いはどなたも共通していると思います。だからら被災地の子ももたたちちにもうきっっっとした体験学習をあのやってもらって そして子どもたちの特にあのきちっとしたっていうのは勉強っていうこともさることながら本当に実体験ですね、えー、自分で試行錯誤して考えて行動するそういう体験を繰り返すことによって自分の人生をあの力強く生き抜いていけるだろうし必ずそこから復興の担い手が生まれるという確信、まあのもとに、えー、じゃ何を体験する,するんだろうって考えた時に、まあ、誰もが賛同する 自然エネルギーーをテーマにしようですから私の場合は太陽光発電所を作って国に売電してそのお金をその得るということから太陽光発電所を始めてるんじゃなくて子どもたちの生きる力特に考える力とか行動する力を高めるために体験学習をするそのために太陽光発電所の本物の発電所の中での体験学習をしてもらいたい。 だから発電所を作るというそういうあの順番でか物事を考えてます。で、えー、1回目この発言これで終わりますが一番苦労したのはだから設備投資のまず必要性があるんで子どもたちに本物の太陽光発電所の中での体験ということをもうあのえあの意識しあのあの本当に決意しましたんで資金調達ですね。要するにソーシャルな志を どうやっててビジネスとして成立させるかおそらく今日いらっしゃってる方もそういう思いの方たくさんいらっしゃると思うんですが私も初めからそれに直面してるんですねで私の場合は資金調達というところからあのそ,それに直面してますおそらくその辺りがあの僕は結論先取りみたいな話なんですけどお三方のお話をあの現地を回ってお話をお聞きしたときにとてもその事業化 っていうことに。今、まあ、熱心というか、それができなかったらこの活動は継続できないし、そこを成り立たせることが自分たちの仕事だっていうのを強くおっしゃられているのはとても印象的だったんですね。なんかその復興支援だから、まあ、どっかからお金を融通できて、それでなんかいい活動ができれば。 いいというそういう感じではとてもなかったっていうところがとても印象的だったんですその中でもハンガイさんにお話をお伺いしたときに一番最初のところからその事業家のモデルをある程度こう何んですかねイメージをしながらこう会社を立ち上げられて一般社団立ち上げられてやってこられたじゃないですかその辺りやっぱりハンガイさんのこれまでのビジネスマンとしての経験っていうか まあ、そういうところがあった、あるいはそのオフィス町内会とか、森の町内会とか、ああいう N. P. O. 活動をやってらっしゃったからこそ。まあ、そういうところをしっかりやらないと、というところがあったというふうに、考えていていいんでしょうか。あの、ずいぶん、あの、き、綺麗に解釈していただいてるんで、恐縮ですけども。あの。まあ、実は、そんなに、この論理的に、脈絡を持って。あの、まあ、す、まず。 進めてきたかまあこれ今村さんや荻丸さんがどんなふうにあのモチベーションを持ちだったか後で聞かせてほしいんですけどあの今日はたく,たくさんあの若い方もいらっしゃるんであえて申し上げるんですけども「ソーシャル」のことをやりたいと思ったら実は自分が本当にやりたいことをなさった方がいいというのが私の実はお,おすすめでしてでなぜかというとですね あの、今、あの、熊谷さんがおっしゃった、その。継続することがとっても大切なんですね。やっぱり、ソーシャルなことっていうのは、社会的なことっていうのは。継続して、まさしく、社会的なことなんですね。単発で終わったんじゃ、社会的ではないんですね。で、ところが、その社会的な仕組みを作るときに。いろんな、もうも、問題たくさんありますし。そう簡単じゃないんです。ですから、ご自分のモチベーションを。 社会性ってことだけにあの置いてしまうと結構あの1回か2回の壁であのなんかめげてしまうかもしれないだけど自分がやりたいことだったら1回や2回ぐらいの問題や壁にぶつかっても乗り越えるあの意志って気力って私はあのきちっとあの誰でもあの持てると思うんですよ。 で何を申し上げたかっていう,かっていうと実は初めは大規模な太陽光発電所を作ってその錠剤で子どもたちの体験学習の資金を賄うっていう意味での経済的な継続性を考えてましたところがそ,のそれほどまでの資金大変あり,がたいありがたい資金は調達できたんですけどそこまでの規模にならなかった。じゃあそそのの時に、まあその 事業を立ち上げよううという私はどう,どう考えたかっていうとまずあの子どもたちの体験学習の継続的な資金は生み出せるほどの発電所じゃないんだけど少なくとも原価償却費がちゃんと出てまあ今日たくさんビジネスマンもいらっしゃるんで要するに原価償却費っていうのは内部留保できるわけですからキャッシュとして残るわけですから。 営業利益は上がらない,上がらない規模でも原価償却としてのちゃんと内部留保ができる。ということは500キロワットの発電所なんです皆さんの170件分ぐらいのお宅を賄えるそう小さくもないんですよだけど500キロワットの発電所っていうのは大きな利益はもたらさないだけど内部留保があのかなりの額ができる。ということは20年間国の固定買取制度で。 内部留保ができるってことは20年間設備をきちっとあの、まあ、修繕することができる。ってことは20年間子どもたちの体験学習のの本物の太陽光発電所を維持できるだからまずはあの現実の問題として、えー、継続性ってことに関してはいわば体験学習の舞台を継続するっていう継続性経済性で良しとしたんです。で そうなってくると株式会社でそこまでできたんですけど次の運営費を、ま、賄うためにはなかなか株式会社にはそんなに錠剤が集まらないんですね。それで、うん、例えばあの私どもの役員はみんなあのビジネスマンをやってた人ばっかりなんでそのみんな今でもビジネスやってるんでそれであの、まあ、報酬は得てるんでもう役員は無報酬って決めようと。 私もあの初めてあの自分が作った NPO からあの報酬を得るようになりましたから、まあ、それはいいと。で、まあ、そういうような立て付けもして社団法人を作ることによって子どもたちの,あの体験学習の今度は運営費をそこで賄おうと。だからその体験学習をするためのハードは株式会社そしてソフトは社団法人でやるっていう、まあ、2つの組織をあの、まあ、作ろうと。で 熊谷さんのご質問で初めからそれを考えてたかっていうと違うんですね。何しろ目的はぶれない子どもたちの体験学習による成長を支援するっていう目的はぶれないだけど手段として十分な発電所は作れないけど運営費は出ないけど、まあ、舞台は持つとそれでいいじゃないかとで次のじゃ作戦を考えようと要するに自分が本当にやりたいことだったら 1> 1つ2つ3つ4つってていろんな工夫をしていきますよおおそらくお二人も同じだと思いますねだからソーシャルなことをやろうとする時にそれを自分がどういうふうに自分の中でそれを位置づけるか自分が本当にやりたいのかっていうそことの兼ね合いみたいなものがいろんな工夫をビジネスモデルの工夫を生んでいくんだと思うんですね。あのお二人にちょっと聞いていただければおそらく同じようなご苦労されてると思います。 今村さんのところなんかは僕は半貝さんの今の話があのお二人と違うところがあるとすればどっちかっていうと大きなあのハードの整備があって、まあ、事業が走っていくっていうところがあってなのでその資金調達っていうところが入り口の課題としてあったのかなというふうに思うんですけどお二人のところはどちらかっていうと。 まあ事業が先に走っていってというかその後からあの資金をどうするかっていうまあまあ走りながら両方考えてたという感じなのかなと思うんですけどそのあたりのお話も聞かかせていただけますか今野さんから、はいえー、私たちが取り組んでいるのは、まあ、子どもたちに対する教育なので、えー、それを支えるのは今、この国ではその多くを税金が支えていて。 で高校教育までは高校無償化にもなっていますのでもう本当にあの、まあ、欧,米欧米じゃないやヨーロッパのようにその大学まで無償になっているようなあの国もあるとは聞きますけどこ,、まあ、この国では高校までは大体無償になっていると、まあ、今、所得制限がう々ぬんという話にもなっていますで、そんな中でそのじゃこの被災地の事業をどういうふうに経営していこうかとなったときに。 まあ塾なんですよね私たちのポジションでいうと。で塾は贅沢品なのか贅沢な機会なのか当たり前に享受していい機会なのかどっちなのかっていうことをま考えなきゃいけなくなると。で人にこの話をすると別に学校があるんだからいいじゃんっていう人もいますし学習塾なんて別に行かなくたって勉強は家でできるものだっていうふうにあのおっしゃる方もいると。ただその 私が現場を歩いて私も初めあの、えー、5月から女川町の避難所で一緒に生活させていただきながら何が一体その必要なのかなということを生活する中で見えるかなと思って一緒にこう泊まらせていただいてたんですけどやっぱり子どもたちが勉強する機会ってできたって思える機会ってものすごく 自分の自信,の自信をこう取り戻していく機会になるしそれがないって本当にあのまあすごくあの自立心みたいなものを損なっていくんだなということをまあ感じたんですね。なので、えー、もしかしたら塾に通うということは贅沢だと捉えられる方もいるかもしれないけど、まあ、これは教育の機会均等っていう意味では私はあの必要な機会として。 作りたいいと思いましたでじゃあそれをどういう予算からあの作るのかというと単純にもう生活保護世帯だらけになっている地域の方々に受益者負担のモデルは成り立つかどうかっていうと成り立たないなので、まあ、どううししようかなと思いました今一軒の女川町も大市町も4,000万から5,000万か,かかってるんですね女川工学館の運営大槌林学者の運営それは普通の学習塾から言うと高いんですけど。えー 皆さん自宅がですね、えー、とすごくこう街があった場所から遠いところに引っ越さざるを得なくなっているのでその場所から、まあ、震災直後は特に車も流されているという状態だったのでお迎えに行かないと来れないんですねなのでその移動交通費も出さなきゃいけないで、えー、雇った人たちに対してはボランティアで来ていただく人たちのあの単発の関わりでは心のケアはもうできないのでなのでやっぱり雇用してそこに ボランティアの人たちの交通費に使うぐらいだったらその交通費分になるはずのものを人件費に使おうという発想でそこにいる人たちにちゃんとお金を払って善意に頼りすぎない仕組みを作らなきゃいけないと思いました。ってなった時に大体一つのコラボスクールあたり4000万から5000万かかるモデルになってしまったわけです。でそれをどういうふうに賄っているのかというと今は、えー、初めは寄付で賄いました。完全受益者負担ゼロ でえー、寄付金で賄いますということを宣言して、えー、とにかく子どもたちを安心して預けてくださいということを学校と一緒に保護者説明会をして、えー、とにかく、あのー、一生懸命子どもたちを引っ張ってきてあの場所を運営するというところから始めましたで同時に、えー、寄付は集められるなということを肌感覚として、あのー、確認できていったときに、えー、国に対して文科省の予算のこの予算ってここ無駄だから 例えばスクールカウンセラーの配置事業っていうものがあったんですけど日本中に臨床心理士さんって数千人しかいないのにその人たちを東北に毎日常駐させるなんて無理だとこんなにたくさん学校があるのにだけどそこに対してものすごくたくさん予算が積んであるとじゃあたまにしか来れない臨床心理士さんにそんなスクールカウンセラーの予算使い切れないんだからえ資格は持ってないけど子どもたちに日常的に関われる地域の方々とか心のケアをする えー、サポートの人たちに対してもこの予算を使えるように施策を変えてもらえませんかみたいなあの施策提言みたいなことをあの結構何度も何度も文科省に行って文科省の方々に働きかけましたでその時の,あの副大臣文科副大臣が鈴木寛さんだったのですごくあの教育施策について考えをあの柔らかい頭で考えてくださる。 方で,で一緒にこうじゃこの予算はスクールカウンセラー派遣事業じゃなくて緊急スクールカウンセラー等を派遣事業にしようとか <laughs> 形で等をつけたことによって私たちのところでも使えるようになったりとか、まあ、そんな形で寄付を集めるということと行政の予算を今使いづらくなっているものをみんな行きは機会をあのって 現,地現場で考えた機会に活用できるものに変えていくということの、まあ、アドボカシー活動みたいなことを同時に始め,た始めて資金調達をしていったのが初年度でした。で私は1年目やった時にえもう3年分は賄えるぐらいの寄付を集めるということを決めてえとにかくあのファンお金を集められるスタッフを職員にたくさんたくさんというかまあ迎えました。 専門性を持ってやってきた人とか、えー、ウェブマーケン強い人とか、まあ、いろんな人たちだとか、プレゼンテーションが上手い人とか、まあ、そういう人たちを、こう、語り場の職員に迎えて、えー、とにかく、あの、発信、ウェブとかも全部発信して、私たちの分かりづらいマニアックなウェブサイトをとにかく変えていって、えー、発信力を高めました。で、それによって、えー、東北復興にお金を、あの、寄付をしてもいいという方。 予算が大体3年私たちが運営できるぐらいの予算が結果的に集まりましたで今それを社内の中に東北復興に使う予算として別立てて今資金管理をしていて原価その予算をその切り崩して使っていっているという状態ですなので今寄付を集めるスピードもあの寄付を集められるあの。 まあ寄付額もすごく減ってはきているものの実はプレイヤー自体も減ってきているのであのそんなに寄付額も減っていないんですけど寄付をしたいという人たちもあのまだいるのでその寄付をちゃんとしていただける仕組みを作るということを結構徹底してやってきたのでちょっと全然あの市場が違うというよりは私たちは寄付市場寄付には市場があるということを震災後すごく感じましたので誰かのためにお金を使いたいという人は こんなにたくさんいるんだということを感じましたので、寄付には市場があるということを合言葉にですね。さんね寄付市場をとにかくますか、ね。私の場合も、あの今今村さんがおっしゃった。その寄付に関してはね。あの社団法人で。その子供たちの体験学習を。運営しているところは。今。あの。寄付。寄付。なるほど寄付で。だから発電所を作るときには。あの。まあ、後で話すかもしれませんけど。出資とか。はい、あの。まあ。 あの国の補助金とかで,その建設費ですよねで今度は子どもたちの体験学習をあの継続していくわけなんで、はい、そこは私たちの方もまさしく寄付事情から入っていてで今それをねあのどうやって子ども以外の受益者負担をしていただく大人をどうやって開拓するかっていうのがどういう形になるんですか うん、参加,参加大人だったら有料で参加できるようにするとかですかこれこれいいんですかこういうふうにな感じで鬼門、えー、さんいいですかご期待にそうかどうかまず私のような、うん、あのものの話でも1時間ぐらいちょっとその復興のケーススタディとして南相馬ソーラーグリッパークをその見学したいとか勉強したいとか意見交換したいっていう。あの まあ、あの本当にあの N の企業の方や NPO の方や学生の方がいらっしゃってもうそういう意味でその1時間ぐらい本気で議論しますんで場合によって2時間で500円っていうお金はそんなに一人一人からは大きなお金じゃないんだけど今大人の方は500円その説明して議論するっていうところでお払いいただくっいうのがもう定着しました。 それで、五百円は安いですね。ねもっとすごいお金。だって、こんなプロのね、あの先生がいたら、もっと。三千円ぐらい払うんじゃないですか。いや、五千円ぐらい払ういあの。それは、語り場のホームページで発信してくれます。<laughs> <laughs> あの、私のところもね、ちょっとマニアックなホームページ。僕の悪いところで、マニアックなホームページだったんで。今が、ガラッと変えて。もう、何が有料かっていうのも、今。明確に発信します。で。やっぱり、その、まあ、五百円ぐらいから。 始めようっていうところからまず言ってますそれとですね今日ももしご縁があったら嬉しいんですけども企業の研修を受け入れてますや,やってますあ、それはですね東京でやってきた語り場はあのまさにそれをやっていて大学生え東京でやってる語り場は高校生から高校に対して授業をしに行って出張期 授業で高校からお金をもらってたんですけどそれだと全然収,入があの収益性がないので今、企業研修として語るということを大人にさせてあげますということで大学生がおじさんの話難しいですとかいうフィードバックをすることを授業にして今やっていたりそうですか大学生もやったりそ,のそのおじさんたちは専門用語で,そうなんです、ね、プレゼンテーションをしだすので人間力で戦ってくださいということをこうやってるけど お,そのお客様や高校生の心をを動かすことをクライアントが本当に分かるように話せないなだ,だから高校生に分かるように話せればお客様やクライアントには分かるように分かるように話せるはずだということです、ね。というのとあと企業でどんな気持ちで働いてるのかということを企業人としてのロイヤリティを高める 機能にもやっぱりなるみたいでなんで自分今この仕事をどういう思い出してるんだっけということを言語化して自分の仕事を高校生に語りかけることですごくあの働いてる意義を自分の中で再認識するということで結構 JC さんとかそういうあの中小企業の方々とかそういう人にお金をもらってて研修してます今村さんのところと私のところでおそらく共通してるのは自分たちがそのまあ例えば教育とかね復興とか自分たちがやってるこう社会的活動が。 企業の皆さんから見るとその例えばその、まあ、今で言うその、まあ、ソーシャルイノベーションとかそういうテーマとしての,そのケーススタディにあたるんですよね今村さんの活,の活動もあのたま,たまありがたいことに私の,の方もですね例えばもうこれ名前出していいって言われてるんですけど突破印刷さんがもうすでに2回南相馬ソウルアングリーパークで社員研修やってるんですね。それははさんは ソーシャルイノベーション要するに社会的なビジネスを企業として高めていきたいという思いがあってよくその被災地は日本の社会問題の縮図、まあ、みんなお互い3人感じてますよねだから被災地の中に入ってソーシャルなイノベーションの,その意識を社員の人に持ってもらったりアイデアをあのワークショップであの出していこうと。でそこから始まって実はあの 今年はもう6回南相馬ソーラーアグリパークと農家民宿にセットで1泊二日あの0か月間で6回やるんですね。でそれはリーズナブルな企画料とかリーズナブルな運営費っていうのは捻出できるわけですよね。そこに価値を見出してくれてるわけだから。だからまあそういう意味であのしっかり勉強したいっていう方と議論するそこは子どもたちのために。 あの料金をいただくとかもっと企業研修でその社員の,そのソーシャルイノベーションを高めたいというところでもこれはきちっとあのプライシングは合うわけですねそれと3つ目はこれは福島県の一番大きな問題なんだけどもやっぱり原子力の風評被害もあるんで修学旅行ガタッと落ちてているんですねあの合図もまだ2割ししか,か回復してない福島に来る修学旅行生<う>が減ってるってことですか、ね あの一番有名だったのはアイズなんですけどまだ23割しかあのあの戻ってないんですよ。でところがそのありがたいことにそのいろんな旅行会社の方がその例えばその、えー、その南相馬ソーラーグリップパークとあの頑張ってるいちご農園をセットにしたその被災地の生々しい状況の共有化も大切なんだけども。 被災地がどうやって立ち上がるかっていうことも、ね、修学旅行の対象ととししてふさわいいんじゃないかともちろん福島県の場合は低線量の放射線に対するご不敬の,のお気持ちのご理解が必要なんだけど今旅行会社さんがそういう修学旅行の企画を今もう練って営業も始まってる来週は大人だけども北九州から JTB さんがツアーが来るんですね。 ソヌって語り場っっててそういういツアーの対象になる,なってる <laughs> 東北ですか東北は今そこでお金をもらっていなくて、うん、私たちもすごく震災直後見学者がものすごく多くて、うん、そこの対応に人を置かなきゃいけなくらい本当申し訳ないことに 見学者に疲弊してたんですよだけどこの人は応援者になってくれるのかもしれないっていうことで対応するんですけど「いや勉強させていただきました」って言って帰っていくと「あ,あダメだった」みたいなことを結構してたんですよ。ですすよよプライシングしてみたんですよでもプライシングして1人5,000円って言ってみたんですけど最終的にそれよりもやっぱり対応して寄付してもらうことの方が額が大きかったんですよ な,なので今は結果的に無料で対応して寄付してくれる人がその中にいるっていう状態私はね寄付と受益者負担の関係って、まあ、寄付市場ってさっきおっしゃったでしょで私ね寄付と受益者負担の関係ってちょっとあの半外流のちょっと発想があってあの受益者負担がある程度あのレベルまでいくとね私寄付は続くと思ってるんですよ。いやあの 今,の今村さんがねそらくねあのすごくあの素晴らしい事業をやってらっしゃるからあの私の論法でなくてもよろしいと思うんですけどあの私,私たちの場合は私の場合はねあのなぜかっていうとその寄付をなさるっていうのは一般的には反対給付はあの求めないっていうのが寄付なんだけどだけど本音は寄付っていうのは私反対給付を皆さん求めてると思ってるんです。 <で>反対給付ってどういう意味かそうそうそう全くそうさすがうまく話してくれまし、えー、<laughs> その,そのまあまあいい意味での見返りですよね。ででその例えば CSR って言葉も僕はは素敵な言葉だと思うんですけどやっぱりそれはその社会的責任でた例えば CSR として危惧し,た危惧したとするじゃないですかでもそれはやっぱり自分たちはその CSR として社会に役立って 寄付をしたんだだからその,その事業は前進してるんだってことはやっぱりアピールしたいわけですよね。で,でその時ねお金を払ってまで説明を聞きに来てくれるお金を払ってまで社員研修をやっていただくお金を払ってまで修学旅行に来てくれるとすればそれは何が本質的にあるかっていうと復興に役立ってるからだと思うんですよ。 私の場合だったら私の私ものの場合だったら人材育成に役立ってるからそれがケーススタディとしてあの勉強になるだからお金を払ってもいい。ということは私はこれはね寄付を出す側に共通するんじゃないかと思っててあの要するに復興に役立ってるバロメーターとして受益者負担があ,のある程度寄付をする時の尺,尺度になっていくんじゃないかなと思っててね。だから私は どうしても受益者負担をある程度のところまで持っていきたいんですね。官ですけど、総費用の四割を受益者負担、六割をご寄付で賄うようなそんなモデルにしていければなと思ってるんですけどね。今村さんのところも今受益者負担って始められたんです。そうですね。あの今私たちでいうと受益者が違うのは、うん、受益者は子どたち、現地の子どもたちなんです、ねね、で、えー、受益者は 大人なんですいう,うとあの結局1年目無料にしたんですけど2年目から現地の商工会の方々だとかが結局お金を払ってサービスを享受する人がこの町に増えないと町が復興しないということをすごくおっしゃっていてでお金を取ってくれということをすごく言われたんですでも教育行政とか教育者側はお金を取るなんて今学校だって無料なんだっていやそれは税金が 持ってるからなんですよっていうのはあるんですけど先生方にとってはお金を取るってことはすごく悪なんですよでもそこをなんとか調整して最終的に、えっと、今あの子どもたちからも小学生は3000円中学生は5000円あのそれは 1, 1ヶ月でですね、うん、1>, 1ヶ月も学小学,小学生が1ヶ月3000円それでも学習塾でいったらものすごい安いですよでしか送り迎え送迎付きですから、ね、だって普通の学習塾だったら1ヶ月送迎付きだったら1万5000円とかかかっちゃうと思いますよ送迎付きだったら。 バスが出ますから、ね、その分、まあ、なんですけど今は小学生3000円中学生5000円取ってやってますただそれも全体のポートフォリオの中でいうと2割受益者負担額は今は2割ぐらいでももう2割いってるんですか今のところは2割程度です、ね、多分ここの発想ってあの一緒だと思うんですよねあの対象が誰が誰 っていううところが違恐らく浜谷さんがおっしゃってらっしゃったそのお金を払ってでも生かしてあげたいとかそこに行って経験をさしたいっていうものがあるかどうかっていうのが寄付をいただけるバロメーターになってるっていう意味では多分同じなんじゃないのかなと思っていてあの僕現地に行ってて。あの順番に全然あの 共通してて聞いてるわけではなくて順番に聞いていたので後でハンガリーさんの話をお聞きした時にもああなるほどここ通じるところだなと思ってお聞きしてたんです、まあ、おそらくそのあたりってそのなんかあのこういう社会事業をそのソーシャルビジネスとして回していく時の大事な一つの着地点なのかなというふうに思ってたんですけど鬼丸さんのところはプライシングどうしてんですかその差しのし子プライシングは あ現場の職員に任しちゃってるので職員を代弁して申し上げるんだとするならば、まあ、まずテラン・ネッサンスが被災地、まあ、被災地って言葉も好きじゃないですけど、まあ、被災地に関わることを決めたときにです、ね、大原則としたことがありまして10年はやると10年はやるんだと。 決めたんですねそれは我々が海外で支援を支援というか人と関わるときに大事にしている考え方がありまして要はあの皆さんも教習所で運転免許取られるときに教えてもらったと思うんですカーブの終わりを見ろとカーブの終わり見ないとカーブうまく曲がれないように授業も多分一緒だと思うんですねどこを終わりにするのか我々にとって 何をを終わりににするのかかそれれ常にやっぱ考えていいなければいけばまあ究極のことを言うと我々が失業する社会こそが世界平和なわけで、うん、NGO とかがない方がいいわけですよね究極言えばです、うん、なのでじゃあ私たちにとって何だったかというとまず10年はコミットメントしますよということを我々のまず支援者に言ったんですねそうするとその心意気に感じてくださって皆さんが寄付をしてくださるそれが最初のまず資金源になりました でその上でうん、逆に言うとあその上でですねもうふ2つテランネッサンスにとって大事な支援の原則があってそれが、えっと、オーダーメイドとオーナーシップって考え方なんですねつまりお一人お一人お顔が違うように支援の受けて受益者も一人一人違うはずだと我々の提供するサービスは同一であるかもしれないけどもそこから発生する影響は違ってくるとだからまず一人一人に寄り添うんだと。だから量は カバーできないけれども一人一人に丁寧に寄り添う関わり方をしたいと思いましたもう一つ大事な考え方があってこれがオーナーシップの原則ですつまり現地の職員と現地で支援を受けてくださる方が我々にとって主人公なんですよね我々はよそ者ですからどこまで行ってもいつかは帰るし帰るべき家が東京にあるし とということなんだと思うんですだからいかにオーナーシップを持っていただけるように支援をしていくのかっていうのはすごく大事そのためにも10年って区切りが僕は大事だったと思っていますなので大土復興差し子プロジェクトに言うならばこの10年間で現地化するつまりそれは現地の職員とそれを支えてくださる現地の住民の方々とともにテランネッサンスから別法人にして単独の収支で運営をするとおかげさまで 一応職員3名の人件費はテラネスタンスから出しているんですがパートさん3人の人件費と現地のいわゆる事業のランニングコストはすべて収益いわゆる販売の差し子製品の販売の代金からま賄えるようになりました。あとはこの人件費3名分 まあ、ど何人、正職員が必要かどうか分かりませんけれども、そのあたりで、えー、きちんとあと3年から5年ぐらいかけて、現地化していきたいなというふうには考えています。なので、私たちも多分今村さんと同じだと思うんですが、海外においても、被災地においても、なかなかこう受益者負担が求められない方々をお相手にするときには、代わりに、お金の代わりにです、ね、事業にコミットメントしてもらうと。 いや運営に参画してもらうその意識で対価をいただくっていうふうに考えています。だからそのさしこさんが我々の集会場に来て、で物を縫ってまあ代金を持って買い取っていくときにそのコミュニティの場作りに関わってもらうとか。 例えば支援者の方とかお客様が大市町に来られて、えー、支援者の方と交流会をするときに自分たちのできる何かを持ってきてもらうとかそういう少しずつコミットメントの量を増やすことによってそれを我々は対価としてみなすようにはししてきましたそれちょっとまあ雑多な話で大変申し訳ないんですけどもなかなかその復興でいろんなグッズ作りってあちこちであってそうは言っても。その まあそういう被災者の方が作っている復興グッズだからねっていう感じのものは結構あるんですけど今のお庭さんが言われた差し子はい、まあもうちょっと今のお話も含めてですけどあの事業ベースに乗りかかっているのかなと思うんですけどその辺りのところをもうちょっと。 ご説明していただいてもいいですか。えっともとそのプロのデザイナーの方にデザインをしてもらっていただいて、付近とコースターからを作るところから始めたんですね。可愛い,いですよね。あ、ありがとうございます。もうぜひお可愛い,いっていうのも大事ですよ、ねあ。あのキッズ用もありますんで、大きくなったらぜひお買い求め。子 <laughs> で,、ね、でも売るみたいな大事なも。カモメコースターは持ってます。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。<laughs> え、あの私。<laughs> ちょっと気持ち悪い営業マンになってきてるんですけど僕らの目的は大槌復興サし子プロジェクトから復興という2文字を取ることつまり大槌さし子というブランドを作るということを最初の起点にしたんですね僕はそれが重要だと思っていますし仕方がないんです復興の文脈でものを買っていただくのは最初の1年2年はでも明らかにこの3年目に入って でですね、3年目に入りかけてやっぱり復興だけでは買ってもらえないじゃないですかそれこそ先ほど言ったように福島に来ていただいてそれで人材研修になるとか何らかの価値を提供する価値っていうのは社会に何かプラスのものを生み出したことが価値ですからその組織にプラスのものを生み出した時価値ですからその価値を我々が提供する側に回らなければいけないなぜかというと永続が大事なんです 永続が大事なんです企業もそうだし組織我々 NPO もそうだし事業の目的は社会性と教育性の追求ですよね社会から資源を借りて事業をしているから社会貢献をして還元をする教育性というのは我々のところで働いている職員や関わっていくステルコールダーが心身ともに成長していくその大前提として永続性がなければやってる意味がないだってやらない方がいいだからいかに永続するか いかに継続するかそのためには100万通り手段があるんだと思いますで我々はたまたまそれが差し子という手段だったしそして初期の頃は寄付ですやっぱり寄付ですで寄付はとても大事ですでちょっとだけお話しすると元々ともと僕らはあのインタビューでもお答えさせていただいたんですけどもともと被災地支援するかどうか正直あの日ずっと僕悩み続けたんですよね だって災害現場の支援したら人も金もかかりますから腐るほどかかる手の安さんが持つかどうかってそんなことばっかし考えてたんですとっても小さい人間ですそれは正直に申し上げますでもその時にうちのウガンダ人の職員から1本電話がかかってきたんですね女性の職員で,で彼女は大きな戦争で7歳の時家族全員虐殺されてますでそういう体験を持った、えー、女性が私どもの職員として 子ども兵士のの社会復帰のサポートをしてくれたんですけどもで彼女が言うにはウガンダでも CNN とか見てると BBC とか見てるといわゆるああいう津波の状況を見ることができてるとで日本の人たちは私たちにずっと支援をしてくれてたとじゃああの人たちのために何かできないかってウガンダ人の職員と いわゆる我々がサポート、皆さんからご支援いただいてサポートをさせていただいた元子ども兵士たち、ですよねみんなビジネスができるようになった、自分で稼げるようになった元子ども兵士たちが、とにかく募金しようと、お金を託すしかないって話し合って決めて、半日で集めたのが日本円で5万円なんですよね。でどれぐらいの価値かというと、ウガンダの国家公務員の平均月給が8000円ですから、その5万円なわけです。でそれ使っってもう深いって言うんですよ もうういって寒いだろうって言うんですその後に言われた一言が聞いてるのがじゃああんたたちは何をするんだと同じ日本に住んでるそのあとが強烈だったんですあんたは何をするんだって私に突きつけられたんですよねだからやるかやらないかっていう二択ではなくてどのようにやるかっていう選択しか僕の中には我々の中に残らなかったから、まあ、必然的にそうやって関わるようになったんです。 でそれが原子なんです我々の活動の原子なんですだから今村さんのとこもそうだし半貝さんのとかもそうだし我々もそうだと思うんですけどいただく寄付っていうのはその金額以上の思いや志をが託されてるわけですよねそれをいかに効果的に大切にしかも現地の人々のために使っていくかって我々の責任なんだと思いますなので その中でより効率的に効果的に事業運営をしていくことがまあ我々に今求められてるんだなってそんな風にそう感じてますなんかすみませんちょっと雑談になってしまいましたがあのさっき今村さんの話のところでねちらっとあったその復興の時ってまあみんなその出し先を一生懸命探してるみたいな言葉は悪いですけど復興 のなんか寄付バブルみたいなのがあったじゃないですか震災直後ですね、はい、あれってもう今はそういう波自体は過ぎ去ってるんですかそうですねただ実は私たちそんなに寄付額減ってないんですねちょっと減ったんですけどというのはあのやっぱり今でもあの寄付いや貢献したいと思ってくださっている方はいろんなところにまだいてで同時に寄付 できる場所が減ってきているっていうのも同時にあるので、えー、発信すればするほどメッセージは届いてるなっていうことは感じています。さっきその受け手も減ってきているからっていう話今もありましたけど、そのまあ、受け手が減ってるのが実際にその現地で活動されてらっしゃるところも減ってきていますよね。であのこれがその緊急の時の人たちでバッと来て、えー、緊急応急のところ。 やりきったから帰っていかれたんだとしたら、まあ、その次を担う人たちが今度は出てきてっていうなんかそういう循環が出てくるような気がするんですけど今、どうも見ているとそれだけではなくって、まあ、なかなか実際に資金を獲得できなかったり継続してやろうと思ったんだけれども地元で理解をしてもらえなかったりとかいうのがあってどんどんこう手を引いていってらっしゃるところがあるなと。 いう感じを持ってるんですけど、あの実際にまあ現地の活動とかやれてるのそういう中でだからこそ僕はあの三人のところがすごいなと素朴に思ってるんですけど、実際に活動されている目から見てそのあたりはどういうふうに映っていらっしゃるんですか。そうですね、えーうん。続けていくことだけが大事なことではないかもしれないので。 続けていて私たち偉いでしょうっていうつもりはないんですけれども子どもたちの課題でいうと初め立ち上げた時は3年でと思っていたんですけどそれは神戸をイメージしていたので3年ぐらいでということを企画書にも書いて最初の発信したメッセージにも書いて私たちは3年で育児としますということを明確に言ってスタッフにも言ってました。ただ全然当時とは 神戸の震災の時は高校生だったんですけど大学2年生か3年生ぐらいに神戸に行った時は結構もうきれいになってたイメージがあったんですがその時と比べるとその3年間とはは全く違う現状が今東北にはありますで子どもたちの課題で言うとまた最近の新聞にも子どもたちの,あの状態が悪化している PTSD 状態の子が平常時の9倍以上になっているっていうようなことがいろいろな新聞に載っていたりとかあのしているんですがやっぱり今。 被災地というよりは工事現場になっているわけです町中が工事現場で自分の町家だった場所がもう跡形もなくなっているという状態はさらに子どもたちにいろんなインパクトを残してはい,ている中でもうちょっとあのというよりは、まあ、あと5年10年は続けなきゃいけないんじゃないかという実感を持っているととても私にはまだこの仕事を抜けるというイメージが湧いていないというのが現状にあります。あと同時にあの これはもう東北の問題なのか日本の過疎地どこでも言えることなのかあ,のあれなんですけど本当に人が減ってきているんです現実的にあの移住していかれる方がものすごく多くて、えー、もう多分ここから市町村の合併も加速するんじゃないかなと大槌町も、ね、大丈夫かなと思ってはいるんですけど本当にどんどん合併をしていく飾るをえないと思うんですがそこでとにかく大人になる子たちが。 人口ピラミッドを見ていると今大津市町の人口ピラミッドって既に2050年を迎えていて日本の人口ピラミッドの2050年の絵と今の大津市町の絵って全く同じ絵になって日本人全体だとこういう形してるんですけど大槌町はこういう形しててあの日本2050年もこういう形してるんです全く同じになってきている中でただ私もやっぱり希望を残したいと思っていると。 いう時にちょっとあんまりあの大きなことができるわけじゃないかもしれないですけど私はあの場所で大人になる子たちが街の形が変わったり街がもしかしたらなくなる時が来るかもしれないそんなこと言うとちょっと怒られるかもしれないから残らないかもしれないですけどあの街が変わっていくこの過程を見ている子たちが。 本当に10年後20年後の日本のリーダーにきっとなると思っているのでそこにはやっぱり関わり続ける大人の存在が今この瞬間必要だと思っていてもうちょっと続けたいとそこに社会投資をする社会的なリソースを集めて投資する価値があると思っているので震災復興文脈というよりは本当に未来のリーダー育成の文脈と最近は捉えて取り組んでいるというのが今の現状です。 本当はあのテーマを少し分けてそのテーマごとに皆さんのご質問とかをお聞きしながらやろうかなと思ってたんですけどあのまあ話の展開でこう自然に追いかけてきてだい大体こう終了まで30分ぐらいになっているんですねあとでもうちょっとあの今の,あの今田さんの問題提起というかお話 を受けてちょっとお話をしたいのでそれを終わってから皆さんのご質問とかいただきたいと思うんですがあの、まあ、大槌はまあ人口がまあかなり減ってなおかつ2050年のまあラッパー型の人口ピラミッドみたいになって、えー、高齢化率が40%台後半とかいうで実際の住んでらっしゃる方の人口は統計で出ている数字よりも23割は少ないんじゃないかって。 言われているよような状況ですよね女川も同じような状況であの南相馬はまたあの津波被害というのとはまたちょっと事情は違うんですけどあのそこもまあ例に漏れずで子どもたちの数もかなり減っていますよね震災前から比べると確か3分の1ぐらいは減ったとかではなかったでしょうか。小高はもう少しで、えー 区域が解除されれて戻れるかもしれないといとう話出てますけどもうそういった中で今これもまた意味軸もあの未来の担い手であったり子どもたちの人材育成という言葉が今村さんのところから出たんですけどまさにそこを狙って事業をやってるハンガさんの目から見たときに今の南相馬の地域はどういうふうに映ってらっしゃるのかあたりをお聞かせいただければな。大震災前7万人 のまあ、人々がいろんな問題はあっても、まあ、あの元気でいたわけですねで今それが5万人ですだから2万減ったで一方で2011年の3月の末は1万人を割ったんですねだから7万人が1万人を割ってそ,その,あの数千人というところまで一度い行ってるんですよ でそれが5万人まで、まあ、戻ってきたとも言えるんですね。で私はその5万人の側であの、まあ、あのやっていこうと思ってるんですね。でにでもやっぱり福島の災害の一番の問題は低い線量の放射線についての安全の基準がもう 何を信頼ししてていいか分からなくなくってしまっまた国際基準なのかあの、まあ、日本が設定した基準なのかそれともあの、えー、大震災前の状況なのかもう人によって違うわけですね。でそれはあの一人一人の,あの考えを尊重しなくちゃいけないんでだからあの特にあの今南相馬から離れてるのは今あの熊谷さんがおっしゃったように。 子どもたちとそのおかお母さんたちがあのおおむね一番離れてるわけですね。だからあの今村さんがおっしゃったようにあの高齢化率は南相馬も同じです。で一方で、えー、大震災前に6000人だった小中学生がい今現在は3000300人だからあの小,小中学生旧学年で まあ、単純に割れば350人ぐらいの、まあ、1学年あるわけですよね9倍で3,300人ぐらいところが今新たに生命が誕生しているその,あの、えー、子どもたちはやっぱり100人とか150人っていうのが1年間あの新たな生命があの尊い生命が生まれてるんですけど 平均の,その300とか350にはやっぱり遠いんであの今村さんがおっしゃってるようにやっぱり高齢化社会を先取りしてしまってるわけですね。であの、まあ、そういうその厳しい現実はあるんですけど、えーまあ、南相馬ソウルアングリパークで体験学習をスタートして、まあ、私のところはまだ10ヶ月ですけども、えー、3,300人の小中学生のうち約1,000人、まあ 25%ぐらいにあたる900人ぐらいが1回2時間とか3時間の体験学習に学校の授業の一環としてあの総合学習ってあるじゃないですかあのの授業の一環としてて体験に来てくれるんですねでその中で何を感じているかっていうと2つあってこれはおそらく今村さんもおそらくもう私よりもはるかにそれを感じていらっしゃるんだと思うんだけど。 どの子どもたちにも可能性があるな。っていうこと、やっぱり。これはもう本当に、あの、きれいごとじゃなくて、本当にそう思いますね。あの、私も、あの、今日は、あの、南相馬から戻ってきてるんですけれども。これがあの、体験学習のユニフォームです。えー、あの、ちょっとスーツを着る時間はあんまりなくなってきましてですね。まあ、こんなユニフォームで。あの、やってるんですけれども。若いスタッフ3名と。年とのさん、もうちょっと、お二人よりも、もうちょっと離れた。 大学卒業したばかりの若いスタッフとあえてあのチームを組んで体験,学習体験学習やってるんですがで最近感じてることはさっき今村さんがあのおっしゃってたことにあの、まあ、共通するんだけど今村さんのとこと語り合ってるでしょでね最近感じてることは考える力とか行動する力っていうのは今日我々もよく語ってますけれども語る ことというか発表するというか発信する力とものすごい相関性があるなっていうのをあの教育者でもない私が10ヶ月間で約3時間900人ぐらいに接してて強く感じますねよくあの皆さん企業でまあ研修でワークショップをやるあるテーマで56人で語り合うでまあ結構頑張って語り合うでも誰がそれをチームを代表して発表するかってなると まあ今日はちょっとととやめとこうかと、まあ、誰かに何とかその発表する役割を何とかしてこう押し付けるというかまあ何とかそこは何とか切り抜けるとやっぱりあの発表するって結構恥ずかしかったりなんか間違ってること言ったらちょっとどうかとか、まあ、大人も子どもも同じですね。でそれを子どもたちの中であの感じることはあのスタンドプレーでも何でもなくて発表することに 躊躇のない子は発表するためにもっと考える。で、有言実行って言葉がありますけど。発表するとやっぱり何か行動に伴うんですね。ところが、発表から遠ざかると考えなくてもいいんです。考えなくてもその時間過ぎていくんですよ。で、まして行動にはちょっとどんどん離れていくんじゃない。だから、私は今発表することっていうのがとっても大切で。だから、実は語り場は。 私本当にあの勉強に行かせていただきたいとずっと思ってるんだけど本当これは本当です本当にそうなんですただ毎日毎日まああの私のところも新規事業を起こしてる状況なんでもう少ししたら本当に伺,います伺って教えてくださいでそのただし今何をやろうとしてるかというと平日は学校単位で体験学習が定着してきたんですね子どもたちにも学校の先生にもおかげさまで信頼されてる。 今年の4月からは。週末の。独自のオープンスクールを。あの。スタートさせます。やっぱり。もっと体験したい。もっと。あの、学びたいっていう子が間違いなく、もう見えてきてるんですよ。もう顔と名前がわかるようになってきてるんですね。で。つい最近も。その、そう、南相馬ソーラーグリーパークで。なんであんなに。あの。あの、自分たちに。こう、質問して。 自分たちに話させようとするんだろうっていう感想が小学校6年生の子から来ましてねでもなんか分かったっていうんですよ確かにあの自分の考えを発表することって大切だ自分の考えを持つことも大切だだから一生そのことは忘れないでいようと思うっていうようなこんなあの感想の子が何人か出てきてるんですがで その子どもたちとやっぱりその授業も継続する必要があるけれども子どもたちとの接点も継続していく必要があるって強く思い出してだからあのやっぱり今村さんとそこもあの同じですね今村さん三3年前からやってるまたは語り場はもっと前々からやってる僕はたかたかまだ1年なんだけども最初は年に1回の体験学習であってもだいたい人生って1回の経験だって忘れがたい経験ってあるじゃないですか。 だからその論法で1年に1回の体験学習でも子どもたちにあのいい意味でのモチベーションを持ってもらえると思ってたんだけどまあそうかもしれないけどやっぱり継続して子どもたちと接してて子とと接いこうとだからさっきの発電所で運営資金は集まらないから社団法人作ってっていうこともあえて申し上げたんだけど何しろ目的は絶対ぶれないと。 体験学習による子どもたちの成長支援だし人材育成だとだとけど手段はもう朝礼母会でもいいとまあ朝礼母会とは言いたくないけどでも平日の体験学習で十分だと思ってたのにたった10か月でもうそんな全然十分どころが全くその不足だともう週末あのせっかく週末があるんだから週末やろうとだからこんなふうにやっぱり目的に向かってあの まあ、あの前進してると目的をあの達成する新しい方法とか手段がおそらくく見えてくるんですねあの私はそういう意味ではあのソーシャルであれビジネスであれ新しいことっていうのは小さくてもいいからまず何しろあの実績を作ることあのまあ見える化することそのことによって次の課題が必ず見えてくるんですよ。 それと今村さんもおっしゃってたけどそれを支援しようとか一緒にアライアンスを組んでやっていこうかっていうそういうまあ一種のこう求心力のようなものが出る,出るんですね。でも小さくてもその実績がないとアライアンスは絶対起きないし求心力も絶対起きないしだからやっぱりどうしても小さくてもあのあの実績を作るっていうのが大切だと思いますね。私たちは10ヶ月でもう あの自ら今までやってきたことだけじゃ足りないってもう思い出してるんですねそれやっぱりある種実績を作ったから足りないとこが見えてきた、まあ、こんな思いですね鬼丸さんのところは子どもたちというかターゲットはあのまあ 僕と同じぐらいの女性の方が多かったような気がしてるんですけど、さっき一番最初にご紹介もあったあの焼き鳥屋のおばちゃん、ね、ああお母さんですね。ねはいはい。お母さん七十何歳だっけ？今七十八でしたっけ？いやいや七十いやその辺ったらお殺されます。七十三だと思います。3> 3 はい、あのすごい年配の方もたくさんいらっしゃったじゃないですか子どもたち供たちよりかはどっちかというとその年配の方々のまあ手仕事でまあそういうまあ居場所も兼ねてえ収入も兼ねてっていうところが一番最初だったような気がするんですけど。そ、えーえー 同じ今村さんが大津市町でやってるコラボスクール大市林学者のすぐ近くに鬼丸さんのところの大津さしあの復興差し子をやってらっしゃるあのまあ事務所というかあそこの場所があってやってらっしゃる同じところで子どもたち向けとネパの方向けみたいな感じに見えるんですけど。 あのまあ、正直言って働く場所もなくなったようなところ、えー、お父さんが働きに行こうと思ってもなかなかそういう場所もなくなったっていう中で、はい、まあ少しでも、はい、お家庭の助けになればとか、うん、まあちょっと何かやることが欲しいっていうところの受け皿になってると思うんですけどそ,す、ねはい、その辺りでそのこれからのあのまあ大土地の町であったりうんあの復興のそういう場面の中で。 ああいうものをたくさん作っていなきゃいけないと思う。んですよ、ね、はい。そういう中で、今の鬼丸さんから見て。まあ、さっき、その。うんうん、事業化して、10年後には育児とするんだっていう話ありましたけど。今、だいたい何号目ぐらいまで。来たなっていう感触を持ってられるん、ね。あ、刺し子プロジェクトですか。刺し子プロジェクト。四。まだだと思います。まだ、やっぱり。 やっぱりままだだと思いますやっぱり、えー、復興の文脈でお買い求めいただく方もやっぱり多いですでもそれもすごくありがたいことだと思っていますやっぱもっともっと商品の魅力も高めなければいけないですしで我々として仕方がなかったといえば仕方がなかったし後悔していれば後悔しているのはまあ私どものまあ判断、まあ、経営能力が不足してたんでしょうね一時期やっぱ大量に物を作りすぎて売れない時に在庫いっぱい抱えちゃうんですよ おお支払いいすするお金がないわけですねでそ,のそうすると一気に生産量を下げていったときに一番こう我々から、まあ、やめていったというか我々のプロジェクトをこうフィードアウトしていった方ってお子さん抱えていらっしゃるです、ね、やっぱ30代とかの20代の女性お母さん方だったんですよねで。我々はその方々も子供を抱えながら家でできるお仕事として提供したかったのにできなかった。必然的に あの今も戦力になってくれているしすごく、えー、いろんなご指導もくださる、まあ、高齢の方だけが残ったというのも事実ですもともとお好きそういうのが要塞の好きな方も多かったんですねで我々としてもう一度考え直さなきゃいけないしもう一度事業をしっかり立ち活性化していく上で考えなきゃいけないのはその子どもを抱えたお母さん方の収入源としても我々の機会を提供したいと考えていますやっぱ働けないですよお子さん抱えながら。 小さい子を抱えながらじゃあ外に行けるかってやっぱなかなか行けないそういう人たちが手に職をつけて中で家の中でできる仕事としてもう一度その部分を我々が担,う担わせていただければなという思いでもう一度チャレンジをしたいなというふうに思ってますまあ昔でいうと手内職みたいな、ね、ところだったんですけどそれはあの、まあ、日本全般にというよりかはかなり被災地の中での、はい、まあ今の雇用の状況とかいう中で。 よりまあ厳ししいいい現実ととととてあるということだと思います、ね、なのでパートさんもできるだけ30代か四40代お子さん抱えている方々を優先して3人今雇用させていただいてますしでそういう被災地の文脈もあるんですけどもう一つ実は全然全く関係がないんですが日本の芸そのものそもがやっぱり手工芸をこう担っていく方々がどん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 減っていく中で我々が。 あの大槌の本当に皆さんとあのおばあちゃんと女性たちとあの大津久し子というブランドを作ることができたらこれは勝手ながらも我々の希望だと思うんですねいわゆる手工芸で人ある程度は少ないながらも雇いながら永続した企業産業を作ることができるてここにみんなでチャレンジしていくそこにおばあちゃんたちも特に今3人雇っているパートさんが燃えてるんですよね自分たちにできることだと。 そういういチャレンジを我々もまあマネジメント側として応援をしていきたいなとういますござこの調子で進めていくとどんどん,どん,どん話が進んでいくのでちょっとここで一旦あのブレイクして、えー、皆さんからちょっと今までの話かなり幅広くいろんな話に展開をしたのでちょっとこの辺、食い足りてないこの辺もう少し突っ込んで聞きたいというところがあったらお伺いしたいと思うんですがいかがでしょうか。 そのに対してでも結構ですよはいじゃあ。 私茨城県から来ました大橋と申しますよろしく。まあちなみに新宿でさらにもやってるんで仕事場から来ました。はいえっとお伺いしたいことはちょっとこのテーマとは少しずれてしまうかもしれませんけどちょっとご容赦ください。えっと伺いたいのはそのあの今活動なさっているその地域とかそういったところに住んでる方のこう気分っていうんですかねそういったことについてお伺いしたいと思います。あの先日 あの別の会でですねやっぱりその地元でやっぱこういうことを頑張ってるんだっていうようなことをあの発表しているそういう映画会みたいなものがあったんですねでその時行ってきた時にあの映画ではあのすごく前向きなところが撮られていていいんだけれども実際のところはもう今の状況にすごく絶望を感じてしまっている方がすごく多くてそれが今すごく悩みなんだというような話をですね本当 すごくく熱っぽく語っっぽ語ていいる方があの複数いらっしゃいましたであの皆さんもあの今頑張ってらっしゃると思うんですけれども実際そのお住まいのところにいらっしゃる方々というのはこうどういう気分っていう言い方がいいのかものの捉え方をしてるっていうのかそういうのがもし何かお気づきのところあればお話しいただければと思うんですけれども。 誤解を恐れずに申しますけど、うん、例えばっていう数字がありますねその例えばその、まあ、今あのお,つお勤めだっていうお話がありましたけど、まあ、同期入社で何人かいらっしゃいますね。そうするとその262とかっていう比率でなんかすごく意欲的なあのあの、えー、同期と。 まあ普通の同期とちょっとややあのーえーあのなんかみんな頑張ってくれっていう感じの同期とですねまあちょっと今言葉,言葉をすごくまあ誤解のないように使ってるつもりですけど262とかっていう比率がありますね。で私はあの被災地も同じでそのないいと思いま,すまあいろんな方たちがいらっしゃる。まだ、あのー 本当にお気の毒なことにその大震災はなかった方がよかったのになっていうまだこうそれをこう受け入れることに対してまだあの気持ちが重い方もいらっしゃるで一方でもうもう前に行こうとあの復旧じゃなくて復興に行こうっていうそういう方もいらっしゃる。それとそれれとをを両,両側を見ながら まあ、あの日々あの、まあ、あの日々をしっかりと暮らしている方がいらっしゃるで大切なことは,私,は私が思うのはやっぱりまだな受け入れられてない方,方に関してはゆ,ゆっくり時間をかけていただいてそれをあのきちっと消化していただくそしてやっぱり復興しようっていう意思を持っている方がさっきも申しましたけどやっぱり実績を小さくてもいいから なるべく複数の人がいろんな実績を作っていくそうすると真ん中にいらっしゃる6割の方があ私もできるんだっていうことでその前を走って実績を作ってるような方たちと一緒になって自分たちも前に行こうだからそういう意味ではゆっくりと時間を待ってあげる方もいらっしゃるしやっぱり意識的にもっと前に進もうっていう方たちも いるんで。あの、そういう、私は南相馬は。そういう状況だと思いますね。あの、たくさんい、いろんな人が。南相馬で。復興事業を起こそうとして、してますので。やっぱり。あの、全員が一度きに。やっぱり、復興事業を起こすんではなくて。誰かが、まず、やっぱり。ケーススタディを作って。そこに、こう、続いていく。っていうことだと思います、私は。今村さん、お願いします。はい、えー。そうですね、あの、私も本当に。 おっしゃる通りだと思います「被災地は?」という形であの語るのは非常に難しくて本当に状況によって人それぞれだと思うんですけれども先ほど申し上げたとおり最近の朝日新聞に、えーとまあ、子どもたちの調査をされたあのどこかの先生方が調査をされて、えー、三重県の子ども対象年齢同じ。 子どもたちの PTSD 状態の子というのは対象,対象者のうちの4%だったとでも被災地の子たちでいうと34%いたと同じ同数の対象者に対して調査されてそういう結果が出ているというのも一つデータとして発表されているというともう一つの一面なのかなとは思います。た、まあ、ただその私があの関わっている子どもたちの中には東京で、えー 何の事件もなく生きている子たちよりもよっぽど元気な子も被災地には実際にいて本当にピンチはチャンスってこういうことだなって思うんですけど適切な支援に出会ってたくさんの方々に経験をさせいろんな経験をさせていただいたことによってものすごく成長をしていてこんなに沿岸部の今の全国的に見てもこんなに沿岸部こんなにも海外 海外留学の経験をした子が1箇所にいる地域もこの沿岸部の状態でちょっと異常だなって思うぐらいたくさんの支援が来て本当に皆さんの支援が形になって子どもたちの笑顔になっているということも一つだと思いますなのであの毎日元気っていう人はなかなかいないかもしれませんがそれは東京でも向こうでも同じですが PTSD 状態の子がいるというデータもありつつもそういう元気なすごく元気な子もいるという希望もあります。 お,お二方と一緒で多分センサ万別なんだと思います時間軸によっても違うし同じ町内であっても住む場所によってそれぞれの地域によっても多分違うものだと思うのでう一つの傾向としてこうだっていうことはやっぱり言いにくいしうそう見ない方が僕はいいなって気がしています。それも目のの前に出会っったた人たちの状況をしっかり見てい 続けることの方が大事かなって気がしました。はい。蛇足ですが、よくあのパチンコ屋に行ってる人があんなにいっぱいいてとかいう話が出るんですけど、僕もあの被災地の出身なのでなんですけど、昔から多いですね。あの比率で見たら。 大して変わってないかもしれないんですけどそこがその初めてそこ,そこで目にした人と継続的に見ていた人との目線で全く違って見えるんだと思いますでそれはあの自分がどの立ち位置に立って見ているかで捉え方がだいぶ変わるのであのそこを冷静に見なくてはいけないんじゃないかなというふうに思いますそんな中であの実際に現場で えー、頑張ってらっしゃる皆さん方が捉えてる実像っていうのもまたそれも一つの現実としてあるところでそこをうまくこう何て言うんですかね、えー、少し引いた目線で見極めないとお3人お三方ともおっしゃられたように被災地が一様の姿では多分ないと思いますしそれぞれの地域によってもまた違うと思いますし。 それぞれの地域の中でもまた細かく見たら事情が違うと思いますし。っていうことではないかなと思います。でもう今日素晴らしいお話ありがとうございました。私はあの今村さんと同じ慶応義塾大学のまあ法学部の方からというかまあ学生をしております大家と言います。あの。 2点質問があってまず1点目が今村さん個人に質問なんですけど2001年から2006年までこの期間は任意団体という形で活動されていたと思うんですが、まあ、あの任意団体という形でも一応骨のある活動されている団体ってすごくたくさんあると思っていて自分の中で思いつく例がそのシンクタンクの「構想日本」とかあの事業仕分けやってるところなんですけど、まあ、そういうところとかあるんですけどじゃあその任意団体っていうものから NPO になって そニーダーでででで NPO それぞれぞききるるここととととないことってあると思うんですねじゃあ NPO になってどういうふうに活動が広がったのかなっていうことをちょっとお聞きしたいのとあとあのこれお三方全員にもう一点質問したいんですが先ほど鬼丸さんの方からえまあどこを終わりにするかというのを明確にしなきゃいけないということとあとはやる以上はまあ永続性は持たせなきゃいけないという点で、まあ、そのまあ永続性ということに関してはその定義の問題だとは思うんですがじゃあそこでもうあの 正直な質問をすると、まあ多分永遠なものって多分言うの中ないと思ってて、じゃあその NPO って言われているものあるいは非営利団体って言われているようなものは、じゃあいつ死ぬべきかというのをちょっと率直にお聞きしたいなと、まあどういうふうなあの切り口でもいいので、まあそれぞれのお考えを聞かせくださいお願いします。今村さんから。はい、あのそうですね、あの当時は明確に法人と仕事がしたかったということがあの結論です。 法人例えばあの大手の、えー、情報会社 R さんとかですね <laughs> 教育産業 B 社さんとか、まあ、そういうところが例えば私たちと取引をする時に法人じゃないと取引をしてくれなかったまあ,あの契約の形態が変わったりいろいろと大きな金額で。 あの取引をするのが難しかったりするので単純に法人にしたというのが当時の理由ですで今はまた状況もさらに加速して NPO には追い風で税額控除を受けられるあの寄付税制の改革も進みましたので法人にしてさらに認定国税庁の認定要件をクリアするように努力すると寄付を受けた側にもメリットのある。 あのシステムが今でき、この国にはできていますので、ぜひそこを調べていただいて、認定 NPO を取ると結構いいです、<laughs> 私たちもやっと認定 NPO を先日取れまして、はい、あの認定 NPO になりましたもう一点のことについて、私も、はい、あの答えたでなんでしたっけ、はい <laughs>、エグジットする。<laughs> 私たちはそんなに固く考えてないかなっていうのもあるんですけどあの求められてるうちはやるしあのまた状況とか変わっていく中であの出会う多分時間が経てば時間が経つほどその時の課題ってまた変わってくるので私たちがその課題解決に適切な事業ができるかできないかで判断していくのかなと思いますが NPO だからいつかエグジットするとかエグジットしないとかまあそういうことじゃなくてまあそういう自分がどういう仕事ができるかをその都度考えていきたいかなというぐらいしか。 今のところは大槌と女川は7年ぐらいっておっしゃってましたっけそうですね、今、まさにその辺をそを、財務とのバランスなんですけど、うーんと、そうですね、今、どういう形でエグジットしていくのかっていうのは、それこそ今の事業のエグジットというのは、まさに揉めてます。 ただあの教育員やっぱり時間が経てば経つほど現場との信頼関係はすごく厚くなって今年は町ぐるみで教育行政の方にもかなり食い込んでいるので一緒にやっていこうという流れにあることとその私の今の持っている目標は東北の復興というよりはここで税金を投入して寄付金を投入して作ったモデルの中から1個でも私の実家のような私の実家は岐阜県の高山市なんですけど他の地方の地域に転用できる何かしらのものを ここから作りたいいと思って,いてで今はまさに島根県のとある自治体とお話を進めてるんですけどその一つのこのまあ震災特殊的にリソースが集中している東北から何か一つでも他の地域に私たちとしては何か開発をしたというものを作りたいという気持ちでやっていてそのためにはもうちょっと東北の場所に まさにおっしゃった一点突破全面展開じゃないんですけどまずこの出会った2つの地域にはもっともっとコミットすることが今日本全体のために必要なことなのかなと今は考えています7年っていうと一番最初の頃に高校受験をしてた頃に出会った子どもたちが高校出て大学を出て ちょうどまあそのくらいの時期にあるのかなというふうに思うんですけどその辺りもある程度頭に置きながらという形ういう、ね、今あ今まさに今年というのが実は初めて私たちが、えー、大津市町も長町も中,中学3年生に対してが一番対象に学年の最高年齢だったのでその子たちが今来年高校じ大学受験の年齢なんです。で最近はは本当に現場では保護者ととお子さん自身と 本当に超具体的なあのご家庭の財務的に本当に大学進学ができるのかそれを諦めるのかっていうことが毎日現場の頭を悩ませていて。 被災地といっても維持・孤児,児の子たちに対する支援はものすごく入りましたのでほにあのほぼ100%維持・孤児,児の子に対関してはど医学部を選んでも多分学費は出るという状態にはありがたいことになっているんですが、えー、家が全壊しているとかあのおじいちゃんが亡くなっているとかお父さんお母さんじゃない方がどなたか亡くなっているという家庭 で経済的な影響を受けているような子たちに対する支援も全然十分じゃない中で、どういう形で学ぶ機会の保障をしていくのかというところは今もめももっぱらものすごく悩んでいるところです。いす答えがずれましたが、じゃ鬼丸にまるさんから、えー。今のお話を聞いて語り場の会員になろうと思いました。ハガキがありますのでぜひ書いていただきたいなと思います。<laughs> <laughs> あのえー、っとあ。 非営利団体とかその事業においてどこが終わりかって多分ミッションを実現した時だと思うんですよねただうちの場合は全ての生命が安心して生活できる社会の実現なんでこれは一生続くなと思っております、ね、失業しない仕事につけてよかったなというふうには思っていますただあの先ほど申し上げたようにうその一つ一つに区切りをつけていく姿勢というのはとても僕は大事だと思っているんですねそれはなぜかというとやっ,やっている本人と受けてと 社会に対しその三者の中の緊張関係がなくなったらダメだと思うんですよマンネリになっちゃうからやっぱり僕らもそうです海外でもやっぱそういうに似たこともありましたそれを防ぐためには常に新陳代謝を組織内でも事業内でも図んなきゃいけないのでうちは僕がテラネん作った時10年経ったらリーチを辞めようと思って3年前に退任をしましたで今のリーチもあと7年したら退任するでしょうでそうやって常に変化を加えていくことこれが一つの答えではありません 組織には組織のそれぞれの答えがあるし解があるしそれを求め続けるのがそれぞれの組織であっていいと思うんですけど我々としてはそういうことで変化を加えていきたいなというふうに思っていますそれはより良い事業しミッションを達成するためですありがとうございますじゃあ濱井さんあのおそらく私の,あの答えはですねひとちょっと今,今思いついたんですけど一言で言うとソーシャルビジネスクラブを 作ろうってこととかな今ちょっのクラブはどういうクラブかっていうとサッカークラブになぞらえるとすごく分かりやすいんですけど私1994年から2000年までの7年間 J ビレッジっていうサッカーナショナルトレーニングセンター福島県の J ビレッジアイデア段階ゼロから建設経営と7年間間の 担当してきたんですけど日本サッカー協会や J リーグの皆さんとも随分あの、まあ、いろんなコインになりましたけどサッカー界の人材育成システムってあの今それを模倣しようと思ってませんけど今,今考えてることはああそうかサッカー界の人材育成システムと同じことを私は今やろうとしてるんだなってこの1ヶ月ぐらいはあの考えてます、えー。英語は得意じゃありませんけど Under12。Under 12 アンダー15アンダー18アンダー20っていうふうにですねサッカー界は年齢によってあのあそれは実はその年齢ごとの代表的な子どもたちは J ヴレッジで1年に何回か集中的なトレーニングをやってたんですけどねでその延長線上に J リーガーがいてその延長線上に日本代表がいるんですね。 で私たちはそ,のそういうエリートを作ろうなんんてて全く思ってません要するにサッカーで言えばサッカーが好きな少年があのそのサッカーをあの大人になっても楽しくやれるっていうようなそういうまずはそのたくましさのようなものがベースなんですけどでもその中から必ず日本代表選手は出るわけです。でサッカー界のの指揮者の あの言葉一つ紹介ししまますこれ私は私信じ,信じませんでした仮にいい指導者がいたら子どもたちの可能性ってどこでも同じなんで仮にいい指導者がいたら100人から地域を代表するサッカー選手ができる200人いたらあまあか,かなりもう地域どころかオールジャパン的な代表する選手が生まれる300人400人の子どもに いい指導者がいたらもう世界規模であの要するに香川みたいなホンダみたいな選手が生まれるで J ヴィレッジのサッカースクールは86人だったんですけどなんと J リーガー1人生まれましたサンフレッチェ広島の高萩洋次郎っていうんですけどサッカーが好きな方だったらご存知かもしれない去年か一昨年ベストイレブンにもなってるまああのそれは J ヴィレッジに素晴らしいサッカーの指導者がいたんですけどねで今その それを今はちょっとそこにちょっと着目してるんですけど私,私どもは平日学校の総合学習の一環として学校単位で子どもたちと体験学習をやってます。で今度は週末希望者とあの週末のオープンスクールをやります。で小学校56年生は45年たすと高校生。 中学校23年は45年たつと大学生か若い社会人で彼らにこのオープンスクールの運営に入ってもらおうと思ってますそして5年後ぐらいから彼らと新規事業を立ち上げようと思ってますでそのファンドレイジングをどうするかというのはまた問題なんですけども例えば資本金10万円の会社でもいいんです何しろ事業を立ち上げるで もし利益が出たら要するに自分,自分たちの後輩のためにその利益は使うでもしマイナスだったらそれはクラブの責任者がそれはかぶるまあこんなねその今,今想定してましてで今ねアントレプレナー塾とかいろんなその新規事業塾とかってたくさんあるんだけどどうも 今私たちが考えていることは私が考えていることはサッカー界の人材育成システムに似ていて小学校56年生ぐらいのと,ところから意識してその社会的な事業を起こそうっていうそういう人材を生み出すようなそういう循環系を作っていこうとでそんなことを考えてたらあの、まあ、福島県内の高校生がもういあのこの運営に入りたい。 今度3月8日東京で、まあ、その運営の議論するんですけどだ,だから被災地にはそういう社会的な意識を持った若い世代多いんですよねだからその場をどうやって私たちがやっぱりあの作っていくか私も今,今村さんと同じでしばらく卒業はないと思っててでもしこのクラブが循環するとずっと卒業はないんですねもうクラブが要するにあの いい選手が生まれてまた子どもたちが憧れていい選手を目,指す目指すのと同じようにこのクラブでアントレプレナーを何人か生み出せるかもしれないまあ私が今考えていることはそういうことなんですけどでこれも初めからこんな発想してないんです去年の今頃はもう学校と連携してあのあの体,体験学習をやればなんか人材がすぐ生まれるようなことをみんなの前で言ってましたからところが10ヶ月でやっぱりこのプロ 要するに人材育成の発展プロセスが見えてきたっていうかだからそれを本当にそのプロセスが正しいかどうかっていうのはこれから自分で試していくんですけどおそらくまた発展プロセス変わっていくんですでもどうもやんなくちゃいけないことは一緒に事業を作ることを要するにソーシャルビジネスを一緒に作ることまでハンズオンすることが大切なのかなっていうようなことを考えてるんですよだかかららど,どちとというと卒業よりも 循環するクラブを作りたいっていう発想です、ね、エグジットするよりは、まあ、J の思想でいくと、まあ、それが文化であり社会インフラの一つになるんだというようなイメージの方が近いですか、ね、あえて夢を言いますとねもし南相馬にそういうアントレプレナークラブができたらおそらくそうすると小さくてもそこで事業が生まれるんで。 大きな企業の工場を誘致してもらって雇用を生み出すこともありがたいことなんだけど小さくても自分たちで雇用を生み出すような事業を作るその循環までいったらおそらく町おこしになるだろうなっていうまあこれはまだまだ夢の世界ですけどもまあそこまでそのアントレプレナークラブのようなものがもし南相馬にできたらそこに住みたいっていう人だって 出てくるかもしれないそこで子どもたちを教育したいという人も出てくるかもしれないだから実は教育というのは観光にもつながるしあのいろんな事業をまさしく人材が起こしていくので、まあ、ほ本当にあのハードよりももっともっと教育にお金を投入すべきだしあの本当にあのご寄付もぜひあのいたあの皆様からご支援いただければありがたいですよね。 えーと終了予定時刻を回ってしまったのはひとえに私の進行のせいなんですけれども最後、どうしてもこれだけという方いらっしゃればと思うんですがいかがですか。よろししいですかか終わってからもし お三方のところでお時間があればちょっとあの個別にお聞きしたいお話があるという方もいらっしゃるかもしれませんのでえお時間いただければと思うんですがえでは最後にまとめとしてえ皆さんからメッセージを一言ずついただけたらなと思っていますえまあ復興にこれから必要なことまだまだあ現地でやっていきたいやっていかなくちゃならないことあるいはあ それぞれぞの、まあ、今村さん、鬼丸さんで言えば語り場やテラルネさんの活動として新たにやっていきたいこととかいろんな目標があると思うんですがこれから社会企業を目指そうとされている方やあるいは支援をしてみたいと思われている方やあるいは一度そういう現場を感じてみたいなという方に向けてこれからこういう皆さんが。 携わっていらっしゃるようなソーシャルビジネスがどういうふうな形になっていくのか形にしていきたいと思っていらっしゃるのかっていうところを最後にメッセージとしていただいて終わりにできたらなというふうに思いますえー、と順番どうしてかな鬼丸さんからいただけますか鬼丸さん半外さん今村さんで、えー、いただければと良、はい、い時間をいただきましてありがとうございましたえり、ー、が、えー、とですね。うーんと。 大事なことがあって僕も自分に時々言いかせるんですけど僕らは本当に復興したいと思ってるんですかね僕らの日本社会は僕は本当に本気で復興したいと思っているのか本気でこの社会を変えたいと思っているのかをもっと僕の中で考えていきたいと思ってますそれを自分で自分の活動を通じて 答えを見つけていく作業が私たちの私の活動だと思っています。その時に僕が大事にしているのは我々は微力ではあるけれども決して無力ではないということだと思います。私はとても小さい人間ですし全てができるものではありません。ただそれでもできることがあるできる役割を与えていただいたのでその役割をしっかり果たしていきたいというふうに思っています。で,できれば皆様にお願いをしたいのはあのまあ 機会があればぜひ東北も含めてですけど例えば過疎地であってさまざまな社会課題を抱えている場所もしくは地お地震の住んでいる地域にもうプラスアルファの関心を持っていただきたいと思っています正しく見ることから問題を発見できるし問題解決の第一歩を踏み出すことができるんではないかな目を向けることから何か始められるんじゃないかなというふうに思いますうってつけの場所がほら南相馬に。 ありますし、え、あとあの語り場の会員の申し込み書僕今書きましたので、また書いていただくとですね、あのいろんな情報が手に入るなというふうに思っています。関わるのは今すぐできます。帰ったら忘れますから、だから今できること、今自分にできることをぜひこの場でまた参加した仲間として一緒に考えていければなというふうに思います。今日はどうもお話を聞いていただきましてありがとうございました。 あの南相馬ソウラアグリーパークには何か,か申し込み書っていうのはないんですけどもあのた,たまたま今日ちょっとあの封筒に入れていただいたのは昨日のなんか読売新聞さんでなんか私が想定してたあのあの報道よりも4倍ぐらい大きなあの記事になりましてこれ決してこれ決してあの。 拡大コピーではなくてあのそ,そ,のそのものの減衰,減,衰減衰なんですけどちょっとびっくりしました。であのそれともう一つですねなんかちょっとこのパワーポイントのなんか資料であの今日私が申し上げたことは大体この中にあのこのパワーポイントの中に気持ちは込めたかなというこの資料が2つあります。で最後に皆さんへの少しでも役立てばっていうメッセージを申し上げる前に。 やっぱり申し込み書の話も出たんでパネルオーナーという制度がありまして2016枚の太陽光のパネルが本当にありまして500キロワット発電してるんですがバーチャルなパネルオーナークラブというのがホームページにありまして1枚1万円もするんですけどもお名前とお写真と子どもたちへのメッセージを発信していただく。 ありがたいことにこの前 JICA の方たちが私のところで海外に行く前にその被災地でどうやって事業を起こしたのかっていうのは海外で事業を起こす時の参考になるんでちょっと研修に行きたいって言うんで JICA の方が来てくれました30人で1枚のパネルをシェアしてくれましたそんなようなパネルオーナーでもありがたい限りなんでえんか 私が作ってきたこのパワーポイントの資料にはなんとメールアドレスもあのホームページの URL もないっていうのが気がついたものですからこの,この新聞のですねあの片隅に URL とかホームペあのメールアドレスも新聞の片隅に入れましたもしあのご関心いただければ1番目に語れば2番目に南,南相馬ソーラーグリップアークの順で結構ですので。 ああごめんなさい <laughs> ちょっとまずかった <laughs> ちょっとごめんなさいあの寺さんのところは潤沢そう潤沢そうなんで <laughs> ごめんなさいそうそう<ー>じゃああの無印良品で差し子、はい。ということであのぜひ皆さんにご検討いただければありがたいですで最後にも申し上げる申し上げたいんですが今日も私どもたまたま3人ですで私 あのまあ、いろんな失敗もたくさんやってきましたが新規事業をあの30年ぐらいあのたあの経験してきてい,い,いろんな失敗してきましたけども3点の理論というのをあのちょっとじ自分のの理論一つにしてます今日鬼村さんとあの今村さんと私半ンがおりましてもしここがですね「X 軸 Y 軸 Z 軸の」あの空間だったとします。で 三点空間に決まると、な、何ができると思います。あの、中学時代か高校時代に、これ、ちゃんと、あの、勉強してるんです。で、僕の親友で、東京出身のやつは。それは四ツ谷大,大塚の時代に習ったと、こういう生意気なことを言うやつもいますけど。それは小学校で習いません。中学か高校なんです。空間に三点あると、それは何を決めるかというと、平、その、その通り、平面です。 地球上に一つしかない平面がたった3点で決まるんですでこれはどういうことを申し上げたかというと新しいことを考えるときにせいぜい3点ぐらいで考えた方がいいと思いますたくさんのデータをあの、えー、お調べになるともう全くあの平準化というか平均化しますで平均化したものっていうのは新しいソーシャルモデルにもなりません ま,ましてビジネスになりませんで3点ぐらいの発想でお考えになるとあのより尖ったものが出来上がりますただしここからが問題ですそれは3点で平面ができたと思うんですけども実際は凸凹ココがあったりする面かもしれませんですから4点目以降はデータでそれが本当に平面かどうかを確かめていくんですで新しいこと新規事業の考え方は 私はこんなふうに考えます3点ぐらいで発想してこれは新しいソーシャルモデルの平面だと思うとだけど4点目以降のデータがあまりにもその平面に乗らないんだったらそれはモデルではないとこんなことを何度も繰り返しながら新しいことが生まれるんじゃないかとそれはアントレプレナーであろうが会社の中で新しい営業であろうが新しいサービスであろうが何か新しいことをやろうとするときには こんな発想の仕方がお役に立つかもしれませんであえて申し上げれば3点のうちの1点目は自分がやりたいこと自分分がががややりりたたいいこことと点目です冒頭申しましたけど大体いいうまくいきませんのでやりたいことは大体いいう,、ま、うまくそんな簡単に物事できませんので自分がやりたいことっていう1点目がないとめげます。会社のためとか社会のためっていうだけであの物事を始めると大体いい壁にぶつかってすぐシュンとなります。 でも、自分のためでもあるんだったら。その旬となるのは、は、まあ、七転び八起きぐらいの後で、あの。で、まあ、まで我慢できるんじゃないかと、まあ、ちょっとご参考になれば幸いです。ありがとうございました。えー、それでは、今村さん、はいえー。今日はどうもありがとうございました。えっ、ー、と、私も向こうの控え室で今、今ゼロ歳の子供が待っているので。 簡単にさせていただこううと思うんですけどい,やい,やもう本当にいいお話でまとめていただいたのであの私は被災地でのの NPO を立ち上げて11年目にして被災地の仕事をして今すごくこんなに NPO というか社会的な貢献活動というかまあそういったこの辺のアジェンダに対して世の中が応援してくれる風潮を初めて 要は追いい風だなと思っていますでもしこの皆さんの中になんかやってみたいなと思う方がいらっしゃったら旗を立てると意外に人も集まってくれる世の中になってきているしお金まで集まるようなクラウドファンディングとかそういう便利なものも出てきているのでそういうあの世の中になってきているということがすごくチャンスだと思うので是非何かこれは問題だなと思うことがあったら旗を立ててみるということは是非おすすめします。で同時にに旗を立てててるまでいいいかなななと思っったたら是非フォロワーだこの 3つをはじめとしたいろいろな団体の会員になるとかいう形で会員になりながら寄付するということは参画しているということなのでいやもっとこういう発信してよとかもっとこういう事業をした方がいいんじゃないとかということをまあ助言していただくという形か何かでえと参画いただけるという形を探していただければなと思います。あありりががととううごござざいいままししたた すいませんあの進行がもたもたして、えー、時間を15分ほどオーバーをしてしまいましたが、えー、今日はここで閉会とさせていただきたいと思います、えー、先ほど来あの封筒の中身のご紹介ありましたので詳しくは申し上げませんがあお三方それぞれの活動あるいは団体のご紹介の資料が中に入ってございますまたあの外出会れたところには、えー、語り場さんのお とてててももユニークな活動報告の冊子もおおおおかせいいいただいていますぜひお手に取っていただいて、えー、また今日の中でなかなかご紹介しきれなかったところについていろんなことをまたあ感じていただけたらと思いますしまたあの PHP 総研でも、まあ、今回こういう場を持たせていただきましたまたいろんな機会を通じて、まあ、これからのソーシャルビジネスであったりあるいは復興であったりどういう在り方がいいのかあるいはどういう関わり方ができるのかということを発信 していけたらああなというふうに考えております、えー、本日は大変遅くまでお付き合いいただきましてありがとうございましたこれで第4回のカエル人フォーラムを終わりとさせていただきますそれでは最後になりましたけれども今日の3人のパネリスの皆様方に改めて大きな拍手でお送りいただけれと思います <laughs> それではこれで閉会とさせていただきます。どうも長時間ありがとうございました。